私の名前は佐野博美。祖父は高級寿司屋を経営している。若い頃から寿司が好きで、好きが高じて自分で店を持ってしまったらしい。私はというと、そんな祖父の店で働いている。外で働いてもいいのだが、私もやっぱり寿司が好きで、いつでも食べれる寿司屋で働いているわけだ。やっぱりおじいちゃんの寿司は最高。お客も上々で繁盛店だと思う。そんなある日、30人の大口予約が入った。30人ともなると準備が大変で、朝からみんな大忙しだった。ところが予約時間になっても一向に客が来ないのだ。あれ？予約時間過ぎたけどどうしたのかしら。私は時計を見ながらそうつぶやいた。大概予約を入れたお客さんは時間よりも少し早く来てくれる。それが時間を過ぎても来ないのだから心配するのも当然だろう。そうだな。でもまあ、まだ5分過ぎたところだから、きっとどこかで集合していっぺんに入ってくるのかもしれねえな。そうだね。ところがそれから30分が過ぎてもやはり来なかったのだ。ねえおじいちゃん、やっぱり来ないよ。そうだな。おいひろみ、店の中では大将って呼べよ。はい大将、やっぱり来ません。忘れてるんじゃないかな。そうかな。自分で予約しておいて忘れるかな。忙しくて忘れてるのかもね。連絡した方がいいかも。私電話してみるね。ああそうしてくれ。こうして私が電話することにしたのだが、予約表を見てあれ？と思った。というのもその名前が嫌な名前だったのだ。岡村正美？同姓同名？めっちゃ嫌な名前なんだけど、同一人物じゃないといいな。この岡村正美が同一人物だとしたら、それはかなり厄介だと思うのだ。というのも、岡村正美はママ友の名前だから。しかも正美のお兄ちゃんがヤクザとかで威張り散らしているのだ。ヤクザだから偉いとでも言いたいのか。私に盾つくと痛い思いするよとよく言っている。さて電話してみると。もしもし。すごく迷惑そうな声が聞こえてきた。何よ、あんた誰？高級寿司店のものですが。はあ？高級寿司店？それがどうしたのさ。ああこいつ同一人物だ。最悪だ。今日は30名様のご予約をいただいておりますが、もう予約時間を過ぎておりまして。できることなら電話を誰かに代わりたい。だが私がかけると言った手前、代わることはできない。素直に来てくれ。そう思いながら丁寧に言ったのだが、案の定正美は素直ではなかった。はあ？30名の予約？何のことよ。今日30名様でご予約をいただいておりますが。したっけ？そんなの。したんだよ。はい、いただいております。あのさ、あんたの声なんか聞いたことあるんだけどさ、もしかしてママ友の佐野博美じゃないの？ああバレた。はい、そうですよ。それで予約なんですが。ねえ、そんな予約したっけ？してなくない？してなくなくないですよ。それって否定肯定？したんだよ。予約表にも記載されているので間違いはないかと思います。へえ、でもさ、それって私が書いたわけじゃないじゃん。ってことは本当に私が予約したとは言えないよね。ねえ、じゃない。まさみさんが電話をくれなかったら誰がくれたのかしら。
予約の電話をもらわない限り予約カードに記載することはないから。あんた素が出てるよ。私は客、客なんだよ。タメ口おつ。おつでもこうでもいいから認めろよ。すいません、ご予約は確かにいただいたので早くいらしていただかないと困るのですが。はあ、でも行かないよ。はあ、だって今みんなで遊んでるんだもん。寿司屋なんかよりもさ、やっぱ居酒屋の方がいいよねってなってさ、そんで今居酒屋。来ないとかそういうのはやめた方がいいですよ。なんでさ、行きたくなくなったから行かないんだよ。いいじゃん。よくないですよ。それはキャンセルになりますから。キャンセル上等。いいじゃん、キャンセル。キャンセルしといてよ。それだとキャンセル料が発生しますよ。はあ？何さ、キャンセル料って。キャンセル料はキャンセル料なんですけど、当日のキャンセルだと 100% を請求することになりますから、食べてもいないのに 100% なんて払いたくはないでしょ？ですよね。あのなあ、分かってるなら請求しなきゃよくない？なんでキャンセルしたくらいで 100% なのか全く分かんないしさ。それに今居酒屋にいるから、だから知らない。知らないじゃねえんだよ、このクソ女。どうしてこうも毎回面倒ごとを起こすんだよ。予約を入れたのは確かなんですから。もう忘れちゃったんだよ。本当に予約入れたのかどうかすらわかんねえし。いや、入れたからこうして連絡してんだろうが。どうしてこうなんだよ、この女は。だからさ、わかんないことをとやかく言われても困るし、知らないからさ、終わり。終わるかよ。終わりにしたいんですけどね、そうはいきませんから。とにかく来ていただくか、キャンセル料を払うかですよ。キャンセル料 100% っていくらなのさ。30人様のご予約ですので110万円になります。はぁ、110万？何それ、ぼったくりじゃん。ぼったくりじゃなくてですね、こちらは高級寿司なのでそれくらいになりますよ。30人ならせいぜい30万でしょ。どこの寿司屋だと思ってるんだよ。ここは高級店だって言ってんだろうが。すいません、高級寿司屋なもので高いのは分かってると思いますが。分かんない、それは高すぎ、高すぎくんだね。なんだよ高すぎくんって。とにかく110万を支払いたくないなら今すぐ来てくださいよ。払いたくないけどさ、行けないんだよ。行かないって言ってるわけじゃなくてさ、行けないんだよね。ってことは、行かないって気持ちじゃなくて、行こうって気持ちはあるけど、行けない現実なんだよ。ってことは、しょうがなくない？しょうがなくないんだよ。今日来るメンバー全員が集まってるんですか？そうだよ。それならみんなで来てくれたらいいと思うんですが。そんなにうまくなんていくわけない。何せみんな寿司じゃなくて居酒屋がいいって言ってるんだからさ。仲間がこっちがいいって言ってるのに、どうして寿司屋に行こうって言える？私はさ、そんな横暴なことできないんだよ。まさみさん、来ないとキャンセル料が発生するから困るのはそっちなんだよ。困らないわよ。なんで？お兄さんがヤクザだからとか言うつもり？そんなの通用しないからね。通用するに決まってるじゃん。私の兄貴はヤクザなんだからさ。ほら出た。自分のお兄さんがヤクザだったら何でも OK だと思ってるんだ。ヤクザなんてのはな、世の中にたくさんいるんだよ。お前だけじゃねえんだよ。お兄さんがヤクザでも払ってもらうしかなくなるから。本当にわかんねえよな、あんたってさ。いい加減にしないと困ることになっちゃうよ。いや違うからね。いい加減にするのはそっちだから払ってよね。は？払わないし。あのさ、あんたは知らないだろうけど、
佐野組ヤクザの兄に店を襲わせるよ。は？店を襲う。そうだよ、襲わせちゃうからね。あんまり私に舐めた口聞いてるとさ、それでもいいわけ？後悔することになっちゃうよ。まさみさん、あなたのお兄さんがヤクザってことはね、前からあなたが不意調してるから知ってるけど、いくらなんでも一般人の店を襲ったりはしないでしょ。はあ？なんで？だって本当にヤクザならそういうのってしないもんじゃないですか。そういうことするのって下っ端と相場決まってるもんですよ。それともお兄さんは下っ端さんなの？下っ端なんかじゃないから。あんた私の兄をバカにすると本当に乗り込むからね。まあいいけどさ、とにかく来ないならキャンセル料を払ってよね。払わないわよ。なんかあんたと話してるとムカつくんだよね。それは私も同じだよ。できればお前となんか関わりたくないんだからね。やだ、そんなこと言われても困ります。一応ママ友じゃないの。お互い子供がいるんだからさ、あんまり波風立つような言動は慎んだ方がいいわよ。それはお前なんだよ。こっちは居酒屋で楽しんでるっていうのにキャンセル料とかわけわかんねえこと言うからだろうが。なんでわけわかんねえんだよ、このクソ女が。まさみと話しているうちにだんだんイライラしてきた私は電話を切ってやろうかと思い出していた。だがキャンセル料をもらわないことには予約の30人分が出ない。さて困ったことになったと思っていたら、覚えてるよと言って電話が切れてしまった。あ、まさみさん、キャンセル料。ちょっとまさみ、まさみってば、このクソ女。切れた電話に怒鳴る私を見た祖父が怪訝な顔で声をかけてきた。ひろみ、客に向かってクソ女はダメだろうが。もう切れてるよ。なんだよ、それで来るのか。来ない。しかもキャンセル料とは何だって言われて、挙句はヤクザの兄貴に店を襲撃させるとか言って電話を切ったのよ。本当にあの女マジムカつく。お前の友達なのか。一応ママ友に名を連ねてるけど、この世から抹消した人のトップワンだね。いっそ北朝鮮にでも行けよ。おいおい、なかなか物騒じゃねえか。確かに物騒なほど頭に来たが、それくらい思いたくなるような女なのだ。まあお前の知り合いなら住所もわかってるんだ。明日にでも行ってキャンセル料をもらうことにしよう。うん、今日はどうするの？ちょっといつもとは違ったメニューを出すようにすればなんとかなるだろう。さすがは私の祖父だ。何があろうとめげない。さてだったらせっかく準備はしたものの、通常営業ができるように店内を元に戻そうとテーブルの上を片付けていた時のことだ。入り口の引き戸が開き、一人の女と複数の男が入ってきた。いらっしゃ。言葉が止まった。なぜならその女こそがまさみだったからだ。あら、来ないと思ったけどやっぱり来てくれたの？あんたがうるさいから兄に来てもらったんだよ。見れば柄の悪そうな兄貴と柄の悪そうな仲間たち。確かまさみのお兄さんって佐野組って言ってたよな。どう見ても下っ端のチンピラだな。兄貴、この店ぶっ壊してよ。キャンセル料110万とかマジふざけてるじゃん。わあ、そうだな。この人がまさみさんのお兄さん？そうだよ、怖いでしょ。怖いというか、佐野組って言ってたと思うけど、本当にそうなの？そうだよ、兄貴は佐野組の組員なんだよ。すると、佐野組という名前が祖父の耳にも入ったようで。お前、名前はなんて言うんだ？あ、俺か。俺はな、山川ひとしってんだ。佐野組の中でもちっとは名の知れた男よ。おう、新入りか。
何？なんで新入りになるんだよ。俺が新入りのはずねえだろうがよ。変だな。新入りじゃなかったら名前くらいは知ってるもんだが、俺はお前のことを全く知らねえぞ。じじいが俺様を知ってるはずねえだろうがよ。新入りでもなく俺が名前を知らねえか。だったらお前は俺のことを知ってるはずだな。知るかよ。てめえみてえな死に損ないのじじいなんかよ。ああ、おじいちゃんに向かってあんなこと言って命知らずだな。おいおい、俺を知らねえのかよ。まったく困ったもんだぜ。あんたなんか知るはずないだろ。兄貴ぶっ壊してよ。こんな店なくなっちゃえばキャンセル料なんて払わなくてもいいわけじゃん。あ、そうだな。ちょっと待ってよ、本気で言ってるの？それが犯罪だって分かった上で。犯罪？ふざけ、冗談じゃないよ。あんたが110万なんて言うからいけないんじゃん。そんなぼったくりするような寿司屋いらないんだよ。そうだな。俺の妹に余計なことを言いやがったのが悪いんだ。諦めるんだな。そう言うと兄とその仲間は一斉に店内で暴れ出した。まだ片付けも終わっていないテーブルの食器を床に払い落とし、椅子を持ち上げたかと思ったら、そのまま壁に叩きつけ、あらゆるものをぶっ壊していくのだ。その上、カウンターに設置されているネタケースなど、割れるとは思えないものまで割ってくれた。これではもう使うことができない。暴れる兄を止めることもせず、笑っているマサミは、ざまあ見ろと言いつつ、タバコに火をつけると、その灰を床に落としていた。ちょっとやめてよ。営業できなくなるじゃない。マサミさん、止めてよ。なんで止めるのさ。私はちゃんと店を襲うって言ったでしょ。その通りになってるんだからいいじゃない。有言実行だよ。こんなものを実行されても嬉しくはない。おじいちゃんどうしよう。ひろみ、危ないからそばに寄るな。だってこんなことされたら店を開けることができないよ。どっちみちもう営業はできねえや。諦めるの？諦めやしねえよ。俺にこんなことをしたんだ。ただじゃあすまねえさ。祖父はそう言うとスマホを取り出し電話をかけた。話している内容からして相手は祖父の息子であり、そして私の父だ。電話を終えると祖父は、すぐに来るってよと言って、あとは従業員の誰も怪我をしないように黙って見ているだけだった。誰もが唖然とする中、私はあまりのことに涙目になるばかり。そんな私を見てマサミは、私に逆らうからだよ、ざまあねえや。これでわかっただろう。私に逆らったらどうなるかさ、と笑っていたのだった。しばらくして外に車の止まる音が聞こえると、入り口に父の姿が見えた。お父さん。その声に振り返ったマサミは、なんだよ、あんまり怖くてパパを呼んだのかよ、と笑っていたが、笑えないのは兄とその仲間たちだ。誰もが動きを止め体を固めてしまった。組長、どうして？え？組長？どうなってるの？お父さん、助けて。お父さん？え？組長？あ？組長は私の父よ。祖父はこの店の店長だけど、佐野組の会長なの。げ、嘘だろ。そうだったのかよ。すると父はつかつかと、まさみの兄たちのもとへと進むと、大きく手を振りかぶり、兄の頬に平手を食らわせた。すると、大きく破裂するような音が響き、兄はそのまま横に倒れた。父は次々に男たちに平手を食らわしていくが、もうやられることを覚悟しているのか、仲間たちは両足を開き、口をぎゅっと結んでいた。バカ野郎どもが、
ここが誰の店なのか分かってやってるのか。おい、山川、どうなんだ。すいません、知りませんでした。知りませんでしただと？会長の顔を見ても分からなかったってのがよ。すいませんでした。すいませんじゃすまねえぞ。この店は会長が大事にしなさってる店なんだ。申し訳ありません。どうしてこんなことしてやがんだ。それは、はっきり言わねえか。すると今度は拳が兄の頬を捉えた。口の中が切れたのか、口の中の唾液を吐き出した兄だったが、それは真っ赤に染まっていた。ああ、床が赤くなっちゃう。私はすぐさま雑巾を持ってくると床を拭き、床が染まるのを阻止した。店に迷惑かけてんじゃねえよ。すいません。お父さん、私から説明しようか。ああ、そうだな。ちゃんと教えてくれ。父は椅子にどっかりと座り込むと、腕を組み、私の言葉に耳を傾けた。ことの発端は、まさみが今日の予約をドタキャンしたことにあるの。まさみ。その山川さんの妹、私のママ友だよ。そうか。それで？30人分の予約だし、当日キャンセルだからキャンセル料がかかるって言ったんだけど、居酒屋で飲んでるから来ないって言われたの。でもキャンセル料は払ってもらわないとならないって言ったら、いくらだって言うから110万だって教えたら、ぼったくりだって言って、その組のお兄さんに店を襲わせるって言われて、こうなったの。なるほどな。確かに110万ってのは安くはねえや。だがな、この店は高級店だ。食っても110万かかったはずだ。食うかキャンセルするかはあんたの勝手だよな。そこでキャンセルするってのを決めたんだ。キャンセル料は払うべき金じゃねえのか。なあ、山川、そう思わねえか。はい、もちろんです。それなのに、なんで暴れてるんだよ。わかってるなら暴れる必要はなかったんじゃねえのか。先生、すいませんじゃねえんだよ。つい妹にいいところを見せたくて。バロ。父はまたしても山川を殴り飛ばした。そんなに殴らなくてもいいじゃないか。兄貴は私のためにやったんだからさ。あんた、よく聞きなよ。いいか、自分の兄貴を本物にしたかったら、素人さんに迷惑をかけさせるな。まして佐野組の名を名乗るなら余計だ。本物のヤクザってのはよ、素人さんには手出しはしねえもんだ。それをさせたあんたにも責任があるんだぜ。なんで私まで？だから言ってるだろうがよ、山川に指図してやらせたのがあんただからだってよ。山川、ヤクザだからこそやっちゃいけねえことがあるってのがてめえは分かってねえのかよ。新入りだからって甘ったれてんじゃねえぞ。全然。やっぱり新入りだったんだ。あれ、今までどこの組にいたのよ。こいつは他の組織にいたんだが破門にされたんだ。それで行くあてがねえってんで、うちで拾ってやったのさ。そうだったんだ。でもヤクザなんだから少しくらいはいいじゃん。せっかくヤクザなのに静かにしてるなんてバカみたいじゃん。山川、てめえの妹はどういう思考回路なんだ。すいません。おい、まさみさんよ、ヤクザだからって何でもありじゃねえんだよ。ヤクザを前面に出していたら今のご時世はぶられるだけだ。そんな考え方だから前の組織も追い出されちまったんだろうが。はい、すいません。てめえら何年佐野組にいるんだよ。俺の部下なら素人に手出ししたらどうなるかくらいわかるだろうが。父が仲間たちをぐっと睨むと、全員が土下座して謝った。よほど怖いのだろう。だがまさみだけは膨れっ面だ。いつもヤクザの兄がいると偉そうにしているんだから、そりゃ面白くはないだろう。こんな店
ぶっ壊した方がいいと思ったからやったんじゃないか。それなのにこんなに殴られるとか納得いかないんだけど。なんで亡くなった方がいいんだ。え？だってそれはあんたの思い通りにならなかったからじゃねえのか。あんたが女だから俺は殴らねえがよ。男ならとっくに殴り飛ばしているところだぜ。あんまり自分勝手なことばかり言うのはやめた方がいいや。でもキャンセル料が高すぎるんだよ。だったらどうしてこんな高級店で食おうと思った。予約する前にちゃんと値段を調べたのかよ。それは普通はそうするもんだろうが。値段を調べて自分たちに払えるのかどうか、払えると思ったから予約するんだろう。それもせずに当日になって他の店に行っちまって、キャンセル料も払わねえってのは数字が通らねえや。そうはまねえが。そうだけど。今回のことは全面的にあんたが悪いんだ。なんで私が悪いのよ。まったくわからねえ女だな。まさみ、やめろ。素直に謝るんだ。兄貴は佐野組に恩があるだろうけどさ、私は佐野組なんて全く関係ないんだからね。確かにその通りだな。あんたはうちの組織とは無縁の人だ。だったらよ、あんたの兄貴が佐野組の組員だからって偉そうな態度は取らないことだ。それができねえなら、山川の妹だとは言っても体で分からせることになるぜ。さて、ちっとは分かったらしいところで、この店をここまで荒らしちまったら、そう簡単に営業ができねえよな。どう落とし前をつけてくれるんだ。私は素人だよ。素人に落とし前なんて言われても。確かにあんたは素人だ。だったら言い直そう。どう責任を取ってくれるんだってな。え？これだけ荒らしたわけだ。そう簡単に元には戻らねえや。ってことは修理業者を入れなくちゃならねえ。寝たケースも新しいものに置き換えなくちゃな。皿の一枚一枚も全部会長が吟味して決めたものだ。これを入れ替えるには結構な日数がかかるだろうよ。ってことはそれだけの利益がなくなるってことだ。あるが。それはわかるけど。この店なら一日で300万以上の利益が出るだろう。それが何日になるだろうな。しかもあんたはキャンセルしてるんだから、そのキャンセル料もある。全部合わせて5000万か6000万ってところかな。 6000？ そんな金あるはずないじゃない。ねえじゃすまねえんだよ。直すにも金が必要なんだよ。そうだろ。何をするにも金だなあ山川。そうだよな。はい、その通りです。だったらどうする。なあまさみさんよ、どうしてくれるんだよ。それは私は素人だし、そんなのはヤクザの兄貴が払えばいいと思う。なんとまさみはこの後に及んで兄貴に責任を押し付けた。いつも兄貴はヤクザだと隠れ蓑に使っていたというのに、どこまでも汚い女だ。ところが妹が妹なら兄貴も兄貴だった。いや組長、今回のことは妹がやれとけしかけたことですし、俺は妹可愛さでやっちまっただけなんです。ここが会長の店だと知ってたら絶対にこんなことはしませんでしたから。だから6000万は妹に責任を取らせた方がいいかと思います。なんでよ、私にそんな金あるはずないじゃん。110万だって払えないのに。それでもお前が指図したんだから、お前が責任取るのが筋だろうがよ。だからってそんな大金無理に決まってる。いや無理とかなんとか関係ねえんだよ。お前が俺にやるように言ったんだから、お前が払うんだ。そうするのが一番いいんだ。何よ、兄貴なんかいつも組長の悪口言ってるくせに。何言いやがる。俺がいなかったら佐野組は弱いやつしかいないって言っていたじゃないか。
組長に頭を下げられたから俺は入ってやったって言ってたのに、実際組長を前にしたら何も言えないんだね。本当は弱っちいのは兄貴じゃないか。うるせえ、黙りやがれ。てめえこそママ友が高級寿司店で働いてるのが気に入らねえって、俺にあの女を回してくれって言っていたじゃないか。嘘、そんなこと言っていたの？そうですよ、お嬢。マサミはお嬢が二度と外に出られないように俺たちで回して、それを動画に撮って SNS に流せばいいってそう言ってたんすよ。本当に悪い奴はマサミなんです。嘘、信じられない。兄貴だってそいつは面白いって言っていたじゃないか。そんなに楽しいことができるなら仲間を集めてやるって。え、そんな話になってたの？最低だと思ってたけど、まさみさんってどこまでも最低だったんだね。兄弟揃って。まさみと兄貴は、ああ言った、こう言ったと、お互いに暴き合いをして止まるところを知らないようだった。それを聞いていた組長は、とうとう怒鳴り出した。いい加減にしねえか。よーくわかったぜ。だったら二人で払ってもらおうか。一人6000万だ。なんで増えるのよ。3000万ずつじゃないのかよ。てめえらがあまりに汚すぎるんだよ。だってお金が。金なら貸してくれるところがあるさ。そうなると思って金田を呼んでおいたぞ。もう外で待機してるはずだ。なんと祖父は先を見越して金田に連絡を入れていたらしい。すると本当に待機していた金田が店内に入ってきた。はい、失礼いたします。清流金融の金田でございます。この度はお呼びいただきありがとうございます。何このおっさん。はい、私は金貸しです。いくらでも即金でお貸ししますよ。金田さんよ、その女と山川に6000万ずつ貸してやってくれ。それで6000万を会長、残りの6000万が俺だ。はい、かしこまりました。そう言うと金田はスマホを取り出し送金処理を行った。すると間もなく父と祖父のスマホが鳴り、6000万ずつが入金されたと連絡があった。うん、確かに入金された。ああ、こっちも入ったよ。それではこちらにサインをお願いしますよ。これが借用書で、こっちが生命保険の加入申込書になります。生命保険まで？はい、万が一にも返済が完了する前に命を落とされた場合、保険でカバーいたしますので。そういうことか。二人はそれならとサインをしたが、サインが終わったところで兄が聞いた。ところで、もしかしてどこかで働くことになるんですか？よくご存知で、普通に働いてもこれだけの金は返済できませんから、ちゃんとご用意しております。え？それってどういうこと？はい、まさみさんは召喚へ、山川さんは談笑塾へ入っていただきます。どちらも法も秩序もない場所ですので、心して行かれてください。え、召喚ってなんで法も秩序もないのよ。お二人が行かれる先は地球上のあらゆる富裕層が集まる場所です。中には国を動かす方もいらっしゃいますので、法などはあってないような場所ですから。そんな、やだ、そんなとこ。兄貴、何とかしてよ。うるせえよ。お前が余計なことさせるからこうなるんだろうが。二人は怒鳴り合い喧嘩し合いながら金田に連れて行かれたのだった。その後、まさみの夫がまさみを探し歩いていると知った。ママ友たちに軒並み聞いて歩いているそうだ。そして私のところにもやってきた。私はすべてを話して聞かせると夫は納得したようだった。そういうことですか。がっくりと肩を落としているように見えた旦那さんだったが、すぐに顔を上げていった。こうなることはうすうす分かっていました。え？
ああいう人ですから、どこかでとんでもないことをするんじゃないかと。そう話す旦那さんは、まさみとは真逆で、真面目な感じの人だ。こんなに真面目そうな人が、どうして彼女と結婚したのか。私は不思議に思い、それを聞いてみた。すると旦那さんは、付き合っていた頃に子供ができたと言われて、喜んで結婚したんですよ。でも生まれてきた子を見ると、肌の黒い子でした。俺の子じゃないのは明らかでしたが、だからって子供に罪はありません。確かに、まさみの子は肌が黒い。肌が黒いというよりは、黒人と日本人のハーフだろうことがわかる。だから、この子の父親になろうと決めたんです。つまり、たくらん？そうなりますね。でも、パパって呼ばれると、もうそれだけで十分なんですよ。まさみは戻ってこれないかもしれませんよ。これからも一人で育てるんですか？もちろんです。あの子の親は俺なんですから。まさみの旦那はそう言うと、すべてが分かってすっきりしました、と去っていった。あれから10年、まさみの子は父親であるまさみの旦那さんと仲良く暮らしている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は遠野文彦。40歳の警察庁長官で警察組織全体のトップ。中央官庁の国家公務員だ。警察庁と警視庁は別物だ。警視庁は東京都警察本部、都道府県警察である。俺は警察庁の人間だ。仕事一直線な生活をしている。縁談話もあったが、結局独身。そんな折、高校の同窓会に参加した。遠野、久しぶりだな。多忙で来るか心配だったよ。警察庁長官殿、40歳で長官はすごいな。久しぶり、佐伯。長官殿はやめてくれ。出世も立派だが、さっさと結婚しろと姉貴には言われてる。相変わらず遠野の姉さんは手厳しい。でもお姉さんの息子も警察官になったんだろう。そう、生意気だから警察でうまくやれるか心配だ。警察の世界はキャリアより年功序列だから。親友の佐伯と話していたら、突如ヤクザ3人が乗り込んできた。同級生たちは騒然としている。なんだ彼らは。まさか遠野を襲撃に来たのか。警察庁長官の命を狙いに。大変だ。そんなことされる恨みは買ってない。ヤクザでも若い子がいるな。俺じゃない誰かを探してる。観察していると、3人組の若いヤクザは春野真美を睨み据えた。春野は美人と評判の同級生だ。やっと見つけたぞ。おい、昭和のな浮気女。俺らの大好きな若頭を騙しやがって。許さねえ。春野さん、若頭？どういうことだ？騙したって若いヤクザが叫んだが報復か？やばいぞ。こんなところまで報復に来るなんて。あの若いヤクザくん、若頭大好きだな。任侠の絆か。興味深い。どうの、のんきなこと言うな。春菜さんに何があったか知らないが、助けよう。警察庁長官だろ。あんな若い子に権威を持ち出すのもな。とりあえず、春菜さんの同級生ってことで仲裁するよ。おとなしく事務所に来やがれ、この浮気女。そこで落とし前を。なんだ、おっさんは。まあまあ、君も落ち着いて。俺は春菜さんの高校の同級生だよ。女性を手荒に扱うのはダメだ。ち、
おっさんは引っ込んでろ。春のマミはうちの組の若頭に言い寄って金を騙し取った。そんなことしてないから。彼がヤクザだってことも知らなかった。普通に付き合ってたの。最近のヤクザさんはスタイリッシュだからね。春菜さんが知らずに交際することもあり得る。そうよ。私は離婚して精神的にきつかった。仕事先で彼と偶然出会って優しくて交際した。苦労したんだな。聞いたヤクザ君、春菜さんは若頭さんを一般人と勘違いした。怒らないで。はあ、この女は高級クラブの雇われママだぞ。うちの組の店、若頭を知らない。下手な嘘だな。本当なのかい？確かにクラブのママが元締めのヤクザ幹部を知らないのは違和感がある。だろう、おっさん。こいつ若頭を誘惑して貢がせた。なのに浮気しやがったんだ。若頭泣いてる。誤解よ。彼と少し喧嘩して気まずくなって別の男性に相談してたの。浮気なんてしてないから。相談女。なんで相談する相手がホストなんだ。若頭は失恋を癒しに温泉行っちゃったよ。情報を短くまとめるよ。春菜さんに浮気された若頭は失恋で温泉。代わりに君らが怒っている。話が早いな、おっさん。若頭は失恋を癒せる温泉に旅立った。傷が癒えるまでヤクザ復帰しない。おじさんの意見だけど、若頭と春菜さんの問題だ。本来なら若頭が春菜さんと話すのが筋だよ。若頭は300万春菜に貢いだ末、浮気されてメンタルどん底。俺は若頭補佐として許せねえ。君って若そうなのに補佐なのか。すごいね。失恋で温泉に行く若頭といい、ほんまかした組だな。若頭は子供好きで、通学路の旗当番する人だ。そんな優しい若頭をもてあそんだ女なんて、言語道断。子供の交通安全ボランティアまでしてるんだ。普通にいい人だな。春野さん、なんで浮気を？遠野くん、私は浮気なんてしてないから。貢がれてもいない。生活のためにクラブで働いてたの。はっきりさせたいのは、若頭が300万貢いだって主張するヤクザくんの言葉が正しいかだ。それは事情があるのよ。前の夫の借金を背負ってお金が必要だった。300万円なんだけど。どんな事情？離婚してるなら負債を背負うリスクは低い。300万はなんで必要だったの？おっさん、尋問がうまいな。なんか名探偵みたいだ。300万って金額が微妙な借金だよな。プライバシー侵害になるから深掘りはできない。300万を若頭に頼んだのは事実か教えてくれ。事実よ。お金が必要って彼に頼み込んだ。そうしたら300万円を渡してくれたの。使えって。やっぱ300万騙し取ったじゃねえか。金を浮気したホストに貢ぎやがって、知ってるんだぞ。勘違いよ。遠野くん助けて。このヤクザ、逆恨みして因縁つけてくる。私は断じて貢がせてない。春野さんとヤクザくん、双方の主張を公平に判断する。論点は、若頭が300万を貸したか否かだ。なんだそれ。この女が300万を騙したに決まってる。言葉巧みに若頭に出させたんだ。ヤクザ君、それは君の主観だ。若頭はお金を貸したのか、それとも与えたのか、論点はそこだ。つまり300万若頭は春野に貸したのか恵んだのかって話か。
貸したなら借金になるぞ。その通り、借用書があれば借金、使えって与えたんなら譲渡になる。重要なのはそこだからね。なら正直に吐け。あるのマミ、お前は若頭から金借りたのかもらったのか、どっちだよ。そういう尋問はダメだ。穏やかに尋ねなさい。春野さん、ここまで来たらはっきりさせようか。はっきりって？遠野くん、私ヤクザたちに取り立てに来られて大恥かいた。助けてくれないの？もし春野さんが単に男性からお金を譲られたなら問題のない。ヤクザ3人は名誉毀損になる。名誉毀損よ。私は交際相手から300万もらった。証拠ならある。彼が一筆書いてくれたの。若頭が？なら最初から言えよ。内容を確認するから見せろ。納得したら取り立てやめて帰る。これ、300万円は婚約者の春のまみに譲渡する。婚約者なら返済は必要ない。これが証拠よ。若頭の筆跡だ。実印もある。なら300万は借金じゃなく譲った金になるのか？納得できない。納得できないなら本人に確認してよ。彼が私を思ってくれたお金だから返す義理はないの。譲渡書を読んで考えた。記述が真実ならば春菜さんの主張が正しい。しかし根本的矛盾がある。状況を整理する。ヤクザ君、若頭は失恋して温泉に行ったんだね。恋は終わったと判断して。そうだよ。こんだけ尽くした女に浮気されて傷ついた。何度も同じこと言わせんな、おっさん。次は春菜さん。君は300万を交際していた男性から譲渡された。彼と本当に結婚するのか？300万を譲られたのは事実よ。結婚はしないわ。だってヤクザでしょ。結婚するわけない。ふざけんな。300万もらうだけもらってヤクザは問題がない。どんだけ若頭を侮辱するんだ。とにかくはっきりしたでしょ。私はヤクザに取り立てられる筋はないのだよね、遠野くん。残念ながら春野さんは300万返済する義務がある。質問で明白だ。ヤクザくんらの抗議は正当。なんで？遠野くんは譲渡の紙を見たでしょ。300万の返済は求めないって書いてあるわ。書面もよく読んでみて。君は譲渡される資格がない。婚約者ではないからだ。はっきり公言した。ああ、そういや若頭の書いた内容に婚約者って明記されてた。でも実際は婚約者じゃない。そういうこと。結論的に春野さんは300万円を返済しないとダメだ。譲渡でなく借金だから。女、300万の借金は体で払えや。若頭を手玉に取り上がって遠慮なく取り立てるぞ。そんな、助けて遠野くん。あなたなら私を助けられるでしょ。それだけの権力があるもの。ヤクザ3人に追い詰められ春のまみは泣いている。茶番は潮時と判断して俺は手帳を出した。お前ら、この手帳わかるよな。ヤクザ君、いやリオ、なかなか名演技だった。芝居はここまで。文彦おじさん、手帳なんて見せなくてもわかるよ。警察庁長官様、春のまみ詐欺容疑で逮捕する。俺に続いてリオは手帳を見せた。三人はヤクザではなく警察庁刑事局の捜査官。リオは甥っ子だ。春野さん、俺が同窓会に出席した目的は君の逮捕だ。匿名で被害届が出てね。甥っ子に協力した。何のこと？ヤクザに金を貢がせたのは事実よ。でもそれは勝手に相手が大金貢いただけで。ごまかさなくていい。君の罪状は分かってる。救う気なんて最初からなかったよ、犯罪者なんて。ひどい。離婚してお金が必要だった。
苦労して働いてた。警察庁長官には無縁な苦労でしょ。離婚の原因は君の浮気だ。300万は慰謝料だろ。学校で一番の美人が落ちぶれたもんだな。こんな場所で言わないで。前の結婚では夫と不仲だったのよ。気分を晴らしたくて浮気した。気晴らしても無罪じゃないよ。家庭がある男性と浮気、それで300万の慰謝料を請求された。元夫と浮気相手の妻から請求されたの。支払いに困っていたらヤクザが言い寄ってきた。そのヤクザが例の若頭か。結婚すると偽って300万を騙した。でも真の問題はここからだ。何よ、別に300万をもらえればよかったの。警察に捕まるようなことじゃないでしょ。無意味な言い逃れをしなくてもいい。リオ、お前が捜査をして分かったことを全部教えてくれ。罪状は主に結婚詐欺と保険金詐欺。春のマミは交際していた複数の男性に保険をかけていた。その複数の男性が全員消えている。物理的にね。温泉に向かった若頭も消息不明になっている。知らないわ、こんなの濡れ衣よ。私はそんな大された犯罪行為はしていない。無実よ、信じて。警察庁刑事局に訴えが来た。某ヤクザからな。面倒見のいい若頭が女に騙された後行方知れず。春野さん、ヤクザが警察に訴えるなんて本来はない。君が騙した若頭は組織の重要人物だった。そんなの知らなかった。警察がヤクザの訴えで動くなんて絶対変よ。敵対関係じゃない。リオも捜査官として捜査をするか迷った。しかし複数の保険金が絡む事件と春野さんが不合、今回は特例で捜査を許可されたんだよ。おじが警察庁長官の特権だから上層部が許したんだ。ヤクザと警察は確かに敵同士だ。だがそればかりでもない。持ちつ持たれつな関係なんでね。私は逮捕されるの？いやよ。ヤクザから金を奪ったくらいで。誰か助けて。同級生でしょ？泣きじゃくる春野を同級生は疑惑の目で見ている。すると親友の佐伯が怒りを込めて言った。いつか春野さんはこうなると思った。学生時代も男に貢がせてた。借金までさせて。僕も被害者。あれは昔のことよ。借金はあんたが勝手にしたでしょ。私を悪者にしないで。解消なし。大学で彼女は僕に接近したんだ。高校では相手にしなかったのに。目的は僕の両親の遺産だよ。大学時代に佐伯の親は亡くなっている。多額の遺産を相続したって聞いた。それで狙われたか。そうだ、憧れだった春野さんが近くにいて完全に頭が浮かれていた。結婚の約束までしたんだ。でも結婚しなかった。佐伯が若い頃気分が不安定だったのは春野さんが原因だったのか。親の遺産の大半を彼女に貢いでしまった。そこが尽きると逃げられた。借金の保証人にされて。嘘よ、全部この男の被害妄想。私は佐伯くんと付き合ったけど、お金は彼が勝手にくれたの。弁明するほど同級生は春野を白い目で見ている。リオは呆れたように佐伯に声をかけていた。佐伯さん、悔しいだろうが、保険金で消されなかっただけ幸運だよ。5人は不審な形で消えてる。捜査すれば余罪はまだまだあるな。リオ、そろそろ春野さんを退場させてくれ。芝居は終わりだ。わかった。春野マミ、捜査当局まで連行する。会場の外で女性捜査官に身柄を引き渡すからな。同窓会なんて来なきゃよかった。遠野くんに近づいて罪をごまかしてもらうはずだったのに。春野マミ、警察庁長官を騙せると思うな。お前が過去に騙した男どもとは次元が違うんだよ。
リオ、下手なお世辞はいいから連れて行ってくれ。同級生に犯罪者が出るのはショックなもんだ。警察庁長官、命を奪う犯罪の求刑はご存知ですか？決めるのは裁判官だが、春野に教えてやれ。犯罪に計画性があり、複数の前科がある者は命を落として償う決まりだ。無期懲役か、最悪の場合。やめて！絶望的なこと言わないでよ。誰か弁護をして。弁護士になった人がいるでしょ。進学校だったので弁護士になった同級生もいる。しかし誰もすがる春野に見向きもしなかった。春野さん、いいことを教えてあげる。佐伯は検察側の人間だ。別れた男の職業には興味ないかな。え、あの親の遺産を貢いだおっさん、マジで騙された執念から検事になったのか。ウケる。元は理系だったけど法学部に変えたんだ。検察官として任されたら容赦しない。極刑を求める。恨み骨髄だな。よく検事になれたな、おっさん。春野真美、元彼が心を込めて罪を糾弾してくれる。こんなのもう人生終わってる。運よくシャバに出てもヤクザに追われるでしょ、若頭のせいで。当然だろう。捜査官として言うけど、若頭はお前の件では被害者だ。手下は絶対にお前に報復する。もういいだろ。春野さん、美人であることを悪用すると結局は自分が不幸になる。さようなら。行くぞ。美人でも40歳とか抜きにこの女はねえわ。骨抜きになった野郎どもはご愁傷様だな。リオは仲間の捜査官と春野を連れ去っていった。凍ったような会場の空気が微妙に和んだ。とんでもない茶番をみんなに見せたな。捜査官の甥っ子がヤクザに扮して乗り込んでくるなんて。リオ君って甥っ子、彼がお姉さんの息子さん。ずいぶんと若い捜査官だな。20代に見えるが。そうだよ、姉貴の子で25歳。キャリアとして警察庁に報職してる。言っておくがコネではない。あの若さで刑事局の捜査官ならコネじゃないな。でも本当、遠野が心配する通り生意気そうだ。子供の頃からリオはあんな感じだ。利発だが生意気な甥っ子でな。正義感は強い子だったから。それで若頭の安否を心配するヤクザの訴えを聞いたのか。普通なら無視をして終わりそうだ。消息不明な若頭は手下に慕われていたらしい。それ以外にリオには捜査をする理由があった。理由？警視庁のキャリア捜査官がヤクザの安否を調べるなんて異様だ。何があったんだ？訴えたヤクザが関係してる。これは秘密にしてくれ。リオとそのヤクザは高校の同級生だった。同級生？ヤクザと？つまり若頭の失踪を心配したヤクザとリオ君は顔見知りだったのか？そうなんだ。リオは中高一貫校に通っていた。その時の同級生がヤクザになっていたってわけ。なるほど、ヤクザでも高学歴な人は多いからな。同級生に頼まれてリオ君は捜査協力したのか。リオとしても友達の懇願を拒否できなかったんだろう。お互いの立場は真逆でも助けたかった。それでその若頭の捜査活動をしていたら春野さんの存在にたどり着いた。不思議な運命だな。リオが同級生に頼まれて独断で捜査した結果、犯人は俺の同級生だった。皮肉だがこれも縁だ。春野さんは僕を含めて何人も男を騙して消した。それで得た金は彼女を幸せにしたのかな。こうして罪が白日のもとにさらされているんだ。どこかで捕まえないと犠牲者は増えただろう。同窓会は美人同級生が逮捕という異常事態で幕を閉じた。マスコミは春野の罪を連日報道だ。逮捕に俺とリオが関わっていた件は伏せた。警察庁の人間がヤクザに協力したは問題だから。
はいはい、説教はいいですよ。ヤクザになった同級生に懇願されて捜査した件は反省してる。リオ、反省はいい。一般人に迷惑かけず生きていた若頭の安否を気にするのは当然だ。お前なら、お前ならは余計だ。それより、春のマミが検察に送られた。どうなると思う、文彦おじさん。担当検事は佐伯ではないが、情状酌量の余地がない。保険金事件は命を奪ってる巧妙な手段で。でもな、物的証拠に乏しいって見方もある。証拠不十分になる事件も可能性もありそうなんだ。確かに被害者が亡くなってすぐに調べないと痕跡が消える。よく何年も隠していたもんだ。警察の調べがずさんだったんだ。同じ女が何回も保険金手にしたら不審に思いそうなものを。保険会社も調査できなかったんだな。春菜さんは俺と同じ高校だ。それなりに頭も切れる方だ。進学校に入れる頭脳は悪用したんだな。おまけに美人だったから余裕で男を騙せた。嫌だね。実は春菜さんには高校の頃告白された。美人だが、なぜか嫌な感じがして断ったが、正解だった。そうだったんだ。文彦おじさんって本当に鋭い。親友の佐伯さんはコロッと騙されたのに。佐伯はずっと春野さんに憧れていたからな。恋すると理性が十分に働かなくなることだってある。そういうタイプの男を狙って、春野は犯行を重ねた。自分の美貌に絶対の自信があったんだな。美しさは最大の武器にもなる。しかし悪用すれば自分を破滅させる。恨みだって買うだろ。そうだね。罪を犯せば法の下で裁かれる。でもそれで終わりにはならない。罪は生涯つきまとう。リオ、今回は警察庁長官の甥っ子の特権で捜査を認めた。もう二度と独断での捜査はするなよ。警察庁にいると噂される。おじが長官だからこぬだって。刑事局に入れたのは実力なのに。そう思われたくないなら成果を上げろ。捜査官として頭角を現せば周囲だって認めてくれる。はーい。文彦おじさんだって40歳で警察庁長官だと恨みも買うだろう。異例の若さの出世で高い地位につけば嫉妬されるのは当たり前だ。それを気に病んでいたらトップは務まらんよ。まあそうだよな。国家公務員なんて世間では嫉妬の対象だ。無駄に高い給料をもらってるって。給料に見合った成果を出さない一部の人間がいる。これだって実際にある。批判は当たり前だ。国民の安全を最優先に働いているのに文句を言っても仕方ない。捜査官として頑張るよ。リオは捜査官としてキャリアを積んでいる。俺も与えられた責務を全うしていた。そんな時だ。春野さんが裁判中に倒れた。事故か？体に持病でもあったのか？容体はどうなっている？搬送された病院では余命は短いだろうって。裁判なんてとてもできる状態じゃないらしい。発見が難しい病気だったのか。捕まってから今まで痛みや体に自覚症状は出なかったんだな。重病の犯罪者を法廷には出せない。こりゃ警察病院で生涯を終えるだろうな。要領いいことで。天罰って見方もある。騙した人の悲しみや憎しみや怨念が春野さんに降りかかったのかもな。それならなるべく苦しんで最後を遂げてほしいもんだ。自分が犯した罪の分悶絶してほしい。リオ、捜査官が感情的になるな。犯罪者にも冷静に接しないと警察は務まらない。私情は禁止だ。わかってるけどさ、文彦おじさんみたいに冷静には割り切れない。犯罪者も看護はされるから。それは当然の権利。法を犯したからって国が医療を拒むのは人道的に問題だ。法治国家として。処刑人は処刑する人間に憎しみも恨みも嫌悪も抱かず処刑を執行する。そういう境地になる。そうだ、
犯罪者をいちいち憎んでたら警察庁ではやっていけない。春野さんは病魔に裁かれる。ああ、釈然としないが、そういう末路なのも仕方ない。病魔が春野を裁くってことにするよ。春野さんは休憩も決まらず入院だ。面会謝絶の病棟に隔離されている。入れるのは一部のものだ。医師や看護師など限られた人間が入れる病棟。その限られた人間になれる権力が俺にはある。警察庁長官なんていかめしい肩書きが初めて役に立った。春菜さん、具合はどう？苦しいかい？苦しい。治療がつらい。楽にして。いっそのこと、苦しいな、もう耐えられない。お願いだから。順調に苦しんでいるね。その調子で、生き耐えるまで苦しみ続けろ。それが償いになる。犯罪者さん。治療を受けても楽にならない。苦しさが増すだけなの。なんで？病院は治療してるんでしょ？もちろんだよ。ここは警察病院だから。警察庁長官の権限で最高の医療をしてる。犯罪者向けの。え？もしかして、ここで投与される薬って、治す目的じゃなくて、苦しめる目的なの？延々。大正解。君はいつから自分が治療されてるなんて勘違いしてたんだ。これは苦しめる延命。そんな、いつまで続くの？もうずっと苦しんでる。もう終わりにしてよ。楽にさせてください。体が動かなくて自分で人生を終わらせられないなんて無残だね。美人だった顔が台無し。醜い。犯罪者だから私を人って思ってないのね。こんな場所で人生が終わるの？苦しいから助けて。犯罪者の懇願なんて聞こえない。延命させてあげるから感謝してくれ。苦しんでくたばれ。もがき苦しむ春野を嘲笑うと病室を後にした。愚かな女だ。罪を重ねて病魔に侵されてる。せいぜい延命させよう。苦しみ抜いてボロボロにして犯罪者として生涯を終えろ、春野真美。こうして丁重に延命させた結果、春野真美は病魔に体中を侵され絶命した。見る影もない姿で。後半中に入院したまま亡くなったのか。末期の難病だから苦しんだな。そう思うと複雑になる。佐伯、病気はいつ降りかかるかわからない。後半中でも発病はあり得る。こればかりは運命だ。騙された時は心底恨んでいたが、闘病で苦しんでいたと考えると哀れだ。誰にも見取られず。そんな風に優しいから佐伯は騙されたんだ。因果応報って言葉が春野さんには似合うよ。遠野はやっぱ冷静だな。さすがは警察庁長官殿。ところでリオ君は元気か？捜査官大変だろう。リオは相変わらず生意気だ。でも捜査官としては実力を発揮してる。叔父として嬉しい限りだ。そうか。しかし叔父が警察庁長官で甥っ子が刑事局の捜査官。どちらも突出して優秀だな。よしてくれ。検事に褒められても気恥ずかしい。まあリオは優秀すぎて困るんだ。勘が良くて。羨ましい話だ。優秀で勘がいいなんて捜査官として逸材だぞ。若いのに大したもんだな。検察の人間でも佐伯は善良で扱いやすい。しかしリオは春野真美の最後に疑問を抱いている。文浩二さん、今日警察病院で調べてきた。春野真美は実は治療可能だった事実が発覚したよ。そうなのか。俺は知らなかったな。では闘病しても完治はできなかったのか。気の毒なことだ。ごまかすな。捜査してわかってるんだ。文彦おじさんが故意的に治療をさせなかったってこと。リオ、警察庁長官が故意的にそんなことをするはずないだろ。事実なら俺は拘束されるから。そう、
確たる証拠はないって言いたいけどあるんだ。カルテを見せてもらったよ。改ざんされた。そんなものを法医学者でもないお前が判断できるのか。改ざんなんて勘違いに決まってる。もう一個、春のマミのいた閉鎖病棟だ。限られた人しか入れない。おじさんがいたのはなんで？防犯カメラでも調べたのか。一応同級生だしな。警察庁長官の権限で見舞いをしただけだ。文彦おじさんは優しいね。同級生を延々と苦しめる延命をさせた。治療はさせず苦しめた。リオ、捜査官として働きすぎて疲れたのか。そんなくだらないことを妄想するなんて深刻だ。あくまでもしらを切るんだな。俺は文彦おじさんに憧れて警察庁に入った。尊敬してたから。リオ、これだけは覚えておきなさい。ずば抜けた鋭さは命取りだ。知りすぎるって危険なんだよ。それが文彦おじさんの考えならもういいよ。母さんに聞いたんだ。おじさんが結婚するって。結婚もいいかなって思ってな。お前の母さんもこれで安心する。リオは祝ってくれないのか。相手は名門のお嬢様。結婚前に過去の邪魔者は消したかったんだな。春のマミって存在を。当然だろ。仮にも警察庁長官があんな犯罪者と過去に交際してたなんて発覚したら問題だ。文彦おじさん、嘘をついたよな。前に母さんが言ってた。おじさんにすごい美人の彼女がいたって。姉貴も口が明るいな。高校の頃に少し付き合ってた程度だ。それでも過去を調べられたら不利だ。春のマミが犯罪を重ねしたのは事実だ。でも病気をいいことに本当に消す必要はなかった。リオだっていつかはわかる。人間は高い立場になるほど醜聞を避けるんだ。そういうものだよ。文彦おじさんと結婚する人が気の毒だ。自分の都合がいいように物事を操るクズが夫になる。リオにそんなこと言われると傷つくな。そんなクズを見抜けなかったお前こそ未熟な子供だ。できればいつまでも子供のままでいたかった。でも25歳でおじの本性を見抜けてよかった。権力者に成人君子はいない。権力を持てば他人の命も思いのまま。それが一番の特権だからな。こんな奴に憧れて勉強して警察庁に入ったと思うと情けない。文彦おじさん、どうぞお幸せに。リオも上り詰めたいなら不利になる行動は慎め。正義感なんて警察でクソの役にも立たない。リオは失望したように帰っていった。理由をつけて左遷させるか、手元で常に監視するか。その後、俺は好きでもない女と結婚。リオは監視のため左遷させなかったが、信頼関係は消えた。結婚もいいもんだな。40歳で素敵な女性と結婚できたよ。仕事にも俄然気合が入ってくる。ようやくお前も結婚か。いいとこのお嬢さんだろ。羨ましいことだ。お姉さんも安心だな。多忙で夫婦の時間はなかなか作れないが、家に誰かいるっていいもんだ。仲良く暮らしてるよ。今まではりょうくんが遊びに来るくらいだったろ。彼もおじさんが結婚して嬉しいのかな。最近じゃ捜査官の仕事で全然会ってないよ。警察庁で顔を合わせても済ましてる。生意気にも。そりゃ決まってるだろ。尊敬してたおじさんが権力で元カノを消し去ったんだ。無視もするさ。佐伯、何変な冗談を言ってるんだ。俺がいつそんなことをした？悪夢でも見たのかい？お前、僕のことを自分より格段に劣ったやつだって舐めてただろ。これでも検事だからわかる。へえ、佐伯がそんなに賢いなんて予想外だ。でも口に出した時点でものすごく愚かとも言える。悪事を掘り下げるのが検事の役目だ。党の権力で目がくらんだ。そんな奴付き合いきれない。リオに続いて佐伯まで去るのか。
これだから勘のいいやつは嫌いだ。悪事を絶対見過ごさない。どうの、最後に信用として言ってやる。自分に都合がいい事実を偽装するクズは犯罪者と同じだ。佐伯もリオのように失望して俺の元を去った。権力を渇望することは悪なのか。違うだろ。トップは孤高の中に生きていく。理解者より必要なのは手駒。リオが素直なら駒になったのに。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は野村かなめ、25歳の会社員だ。業務に支障が出るレベルの陰キャ男子。職場では空気だ。俺は3人兄弟の末っ子。上の兄2人は結構キラキラ属性なのに、俺だけが陰キャに育ったのだ。そんな職場で空気な俺を心配した平川部長が飲み会を企画。そこで散々な目に遭うのだ。どう野村くん、たまには職場のみんなと喋るのもいいだろ。君は物静かでおとなしいから。はい、お気遣いをありがとうございます。そろそろ終わる時間なのでお会計に行ってきます。もう時間か。楽しくて気づかなかった。企画したのに任せてしまって悪いね。領収書よろしく。ちょっと店員さんにお会計頼んできます。2時間飲み放題なので大した金額ではないですよ。2時間にしたのは平賀部長の配慮だ。2時間がドインキャな俺が耐えられる時間と知っている。2時間でも疲れた。飲み会は苦痛なのに。すみません、伝票です。これのお会計をお願いします。同年代くらいの店員の男に声をかけても無視された。忙しいのかと思ったら酒を飲んでいる。あの、お会計をしてください。この伝票です。2時間予約の席です。もう予約時間が過ぎるので。うるせえメガネだな。この席は2時間で50万だ。現場で払えよ。ダサメガネ。ほら早くしろ。あの恐れ入りますが、席が50万なんてどこにも記載がないです。冗談はやめてください。ダサメガネ。俺はここの店長の時田だ。この店は高級居酒屋なんだから50万は普通だ。時田さん、この店に高級な要素は皆無です。料理も内装も立地も普通、ぼったくりの店ですよ。偏見でダサくてうざ客には高額なんだよ。お前って職場で浮いてるだろ。学校ではぼっち。学校と職場の件は正解です。ですがそれであなたに50万払う筋はないです。普通にお勘定を。あんまり抵抗するなよ。ここはヤクザの系列店だぞ。お前なんて全力でボコってもいいんだ。高級居酒屋って吹聴したり、ヤクザの店って脅したりずるいです。ここ予約したの誰だろう。お会計に孫ついていたら平賀部長が来てくれた。様子が変なことに部長は気づいたらしい。あれ、そろそろみんな帰る支度をしてるよ。お会計はもしかして予算オーバーだったかな。平賀部長、予算オーバーとかの次元じゃないです。50万払えと店員さんに言われて困ってます。うん、それはおかしいよ。料金は2時間で1人が2000円だったはずだ。計算が合わない。部長さん、料金改定したんですよ。このメガネくんが気に入らないので50万さっさと払え。メガネくん、野村くんのことですか。彼が気に入らないから50万円っておかしいでしょう。部長さんもよくこんな陰キャメガネを雇ってますね。
職場の空気暗くて陰気になりません。採用したのは人事です。しかし野村くんは優秀で自慢の部下ですから、少しおとなしいだけです。店の雰囲気が不穏だと同僚たちも察したのか近くに来た。何があったのか俺に尋ねてくる。この店員さんが料金50万を払えと、俺が気に入らないからって。陰キャですみません。事情を知った同僚は口々に野村が正真正銘の陰キャでも50万はおかしいと言ってくれた。そうですよね、俺が真の陰キャでも店で50万円は理不尽ですよね。陰キャ値上げなんて文句を言っても無駄だ。俺はこういう陰気でカビ臭いやつから金を取りたいんだ。50万払え。店員の時田さん、失礼ですが陰キャに恨みでも終わりですか？両親の命でも奪われました？お前みたいな虫を見てるとイラッとする。いたぶって遊ぶのが楽しいだけだ。陽キャだから。自分で陽キャってアピール人って基本陽キャじゃないです。陽キャを偽造したパチモンですよ。野村くん、普段は無口なのにズバリ言うね。その通りだ。自称陽キャは非常に迷惑な人ですよ。陰キャをいじるくせに自分がいじられるとキレる陽キャ、あれ絶滅してほしいです。必ずいる。なるほどね。本当に朗らかな人って他人を笑い物にしない、50万も理不尽に脅し取らない、それです。問題は時田さんがパチモンの陽キャって点ではないです。ヤクザの店って点ですよ。ヤクザでも50万円払えばおかしいよ。しかも時田さん責任者だろ。まともな人がいないですよね。ヤクザでもこんな人に店を任せるなんて人事が悪すぎる。どこのヤクザ組織だろう。お前、陰キャメガネのくせに好き放題言いやがって。俺はこの辺を島にしてるヤクザだ。ぼったくり居酒屋の雇われ店長ですか。こんな店を作るなんてダメなヤクザ組織ですね。そんな偉そうな口が聞けるのも今のうちだぞ。ヤクザの組の名前を聞いたら震え上がるぜ。いや、普通の会社員がヤクザ組織の名前なんて知らないですよ。有名なヤクザ組織でないと。野村くんがこんな喋ってるのを初めて見た。有名な組織ってどこ？私もヤクザ悔しくなくて。そうですね、俺も噂程度ですが、野村組系の組織は超有名です。名字が同じなので覚えました。そんなヤクザ組織があるんだ、知らなかったよ。野村組ってヤクザはそんなに怖いのかい？おい部長さん、野村組は怖いってもんじゃねえぞ。組長と組織を支える幹部がすごいんだ。時田さん、野村組を知ってるのですか？なんだか鬼の首を取ったようですね。教えてください。野村組は世襲制だが、組長がやり手なんだ。その長男と次男も幹部クラス、全国に参加がある。親子で大活躍ですね。全国に参加組織があるのか。巨大ヤクザ組織ってとこですね、平賀部長。全国規模とはすごいな。天下統一してるじゃないか。我が社はエリア拡大に苦労してるのに。ヤクザと一般企業では違いますよ。うちの会社は小規模でも離職率が低いホワイト企業です。関係ない話するな。まあ、この陰キャメガネ野郎が辞めてないなら無駄にホワイト企業だな。ああ、遅れましたが、弊社はブラックダーク株式会社と言います。私は営業部部長の平賀です。社名がもろにブラック企業だな。営業部ってこの陰キャ野郎も営業かよ。人事頭大丈夫か？陰キャは営業に向かないって勘違いです。陰キャの持ち味を生かした営業で実績は上位です。
お、陰キャの持ち味って何？取引先に肝がられて終わりだろう。アニメしか話題ないだろう。時田さん、陰キャを脅すなら陰キャを知ってください。陰キャが全員アニメ好きじゃないです。じゃあアイドルとか推しとか言って陰気に追っかけてるだろう。 SNS だけで強気だったり。時田さん、ゼロ点です。オタクと陰キャは別物です。 SNS でしか生きれない人は単なるゴミ。勝手に採点しやがって。オタクと陰キャの違いってなんだよ。どっちも暗くてキモいだろう。陰キャは賢者で、オタクは求道者です。沈黙する陰キャは賢者、道を貫くオタクは聖者です。おお、野村くんの見解は哲学的だ。部長として興味深い。賢者と聖者か、なんかかっこいい。同僚たちは小声で、野村って理路整然としてるなと感心してる。陰キャは語るときは語るのだ。陰キャだけど推しがいない。推しがいる陰キャ、オタクだけど陽キャ。人類は実に様々なんです。みんな違ってみんないい。それが共存の大鉄則だね。ところで、私らなんで揉めてたんだっけ？ああ、このメガネの陰キャ理論を聞いてて忘れてた。50万を飲み会代金で払えって話した。ここまで話したのにダメですか？50万は払いません。普通にお会計お願いします。時田さん、なめるな。メガネくん、ここは野村組の店だぞ。あの全国規模のヤクザ組織、命惜しいだろう。野村組ってさっき話題だった全国制覇してるヤクザ組織だから、店員が妙に強気なのか。店が大きなヤクザの店だと知り、同僚は青ざめている。しかし俺は動じず、ゆっくり口を開いた。野村組ね、てめえ新顔か。時田とやら、お前なんかを入れるなんて親父も猛録したか。何の話だ。陰キャメガネが強がって。親父、お前が野村組の関係者なんてオチはねえだろ。そのまさかだよ。俺は野村かなめ、野村組の組長の三男。調べていい。親父か兄貴二人に連絡するか。はったりだ。組長になんて会ったことない。幹部してる息子たちだって雲の上の存在だ。一番上の兄貴に連絡する。もしもし、ニーニー、カナメだよ。親父って近くにいる？実は、よろしく。絶対に嘘だろ。ヤクザ幹部をニーニーなんて呼ぶはずね。パパに金を持ってきてもらうのか。ニーニーはアニメ見てるから親父が来るって。野村岩尾、親父の名前だ。ヤクザなら知ってるだろ。野村岩尾、野村組の組長じゃねえか。ガチで来るのか。組長の三男坊ってマジかよ。会社には伏せてたのに、お前のせいでバレた。親父がこれから車で来るって。時田に会いに来る。そんな、忙しい組長がこんな居酒屋に。やばい、組の監視が緩いから好きにしてたのに。親父は10分ほどで到着した。兄二人はいないが、部下が大勢いる。平賀部長はポカンとしてた。野村かなめくんのお父さんですか。部長の平賀です。本日はご足労いただきありがとうございます。親父、上司の平賀部長、いつもお世話になってるんだ。俺のことをいろいろ心配して気遣ってくれて。そうか、部長の平賀さん、カナメがお世話になって。この子、上の息子二人と違っておとなしいから。息子さんは優秀な営業ですよ。申し訳ございません、
私が店をチョイスしたら50万の騒ぎに。この店を予約したのは平賀部長か。なんでここを選んだんだろう。店は他にもあるのに。野村くん、行きつけの店が予約満席で、他を探したらここになった。飲み放題が手頃だと思って。確かに内装も料理も普通の居酒屋でしたね。親父、ぼったくり店か。50万強要されたぞ。誤解だ。ここは野村組の店だが、断じてぼったくりじゃない。料理も酒も300円均一だぞ。なら、なんで俺は時たってヤクザ店員に延々50万要求されたんだ。変だろ。絶対に金額が50万だ。おい、そこの若造、時田とか言ったな。どういうことだてめえ、説明しろ。はい、冗談ですよ。息子さん真面目そうなのでからかっただけで、50万は嘘です。てめえら店員は野村組の接客マニュアル熟読してねえのか。俺の次男が作成したマニュアル。接客マニュアル、店員の。おい、みんな存在を知ってるか。マニュアルを読んだやついるか。居酒屋の店員たちは顔面蒼白で黙っている。マニュアルを無視して好き勝手にしていたのだ。うちの次男が元コンシェルジュの経歴を生かして作成したマニュアルを無視か、この野郎。申し訳ございません。店の経営に忙しくてマニュアルを熟読できず軽んじたわけでは。ああ、ぼったくりに忙しかったのか。お前に任せたのは間違いだった。罪状は調べるからな。いえ、50万なんて奪ってません。今夜は忙しくて間違えただけで、健全な経営をしてます。健全な居酒屋の店員が飲酒して50万ふっかけるのか。親父、この店の帳簿を調べてみろ。そうだな。おい、店の経理関係の資料を全部押収しろ。あと接客マニュアルを持ってこい。部下が店の奥にある事務所に押し入り、書類を調査している。時田は青ざめて呆然としていた。売上はごまかしているな。金額に矛盾がある。時田、お前らは何人に大金をぼったんだ。それは計算ミスです。お金を騙し取るなんて大げさな。俺じゃなくて別の店員ですよ。ここの責任者はてめえだろ。つまり店員全員がぼったくりの常習犯か。正直に吐けよ。へえ、ここを前任者に任されてからずっと、ヤクザって脅せば客はビビって金払うから。親父、時田が自白した。大方奪った大金は好き勝手に使ってたんだろう。痛恨の人選ミスだな。野村組を名乗ってしょぼいことしやがって。今から公開接客研修してやる。地獄の制裁だ。え、親父、こんなことした時田たちは組から追い出すだろう。接客の研修する意味あるのか。野村くんのお父さん、企業でもこれは即時解雇の案件です。公開ってことは私らの前でですか。部長さんよ、制裁して追い出すのはたやすいが、親父として我慢ならねえ。息子をコケにされて。時田って人は息子さんを侮辱して50万脅しましたからね。父親として怒るのはわかります。親なら当然でしょう。可愛い末っ子がチンピラに脅されて怒り心頭です。任意にも切れてます。子煩悩ですな。あと任意にも弟思いですね。野村くんいつも無口で、家族のこととか知らなくて。金目は引っ込み思案ですから。兄にも兄たんも末の弟が心配みたいで、兄たんは
私の次男です。兄にも兄たんも心配性だよ。俺が末っ子だからって。兄には34歳で、兄たんは33歳です。野村くん、父親は親父って呼ぶのに、お兄さんたちの呼び方かわいいね。長男次男は年子なんだ。上の二人はやんちゃでね、年の離れた弟の要を取り合って引っ張りっこして脱臼させました。壮絶ですな。幼い弟は可愛いと思いますが、取り合って脱臼させたらダメですよ、お兄さんたち。赤ちゃんの弟を引っ張るなって話です。兄にも兄たんもヤクザとしてはすごいんですが、今回はコンシェルジュしてた次男の接客マニュアルで進めます。マニュアルの制裁ページから。次男ってことは兄たんですね。マニュアルに制裁が載ってるのはヤクザ組織って感じだな。平賀部長、制裁のページが長いんです。帰りたい人は帰宅してもらった方が、ご家族もいますし。そうだね、私は最後まで付き合うよ。みんな終電とかあるから、ここでとりあえず解散しよう。解散しても同僚たちは誰も帰らない。全員ぼったくり店員らが制裁されるのを見たいようだ。それでこそ我が社の営業部。野村くんのお父さん、部下は全員見ているので遠慮なくどうぞ。それじゃあ始めます。客に失礼な態度を取った店員へのペナルティ、全員スキンヘッドにする。兄たん最初から飛ばしてるな。じゃあ時田たちはスキンヘッドで、誰かバリカンの用意をして。うわ、組長の部下がバリカンを常備してやがった。髪の毛を刈られるのかよ、しょっぱなから。部下が手分けして、羊の毛刈りのごとく時田たちの頭を刈った。地獄制裁はまだまだこれからだ。はい、スキンヘッドにしたら次の段階、さっぱりした頭に桃色スプレーをかける消えない染料で。待ってくれ、頭をピンクに染めたら恥ずかしくて外を歩けない。ペナルティがエグすぎるな。こんなのエグいに入らない。ちなみに桃色の染料には頭髪が生えづらい成分が含まれています。最悪じゃねえか、スキンヘッドで頭皮がピンクとかダサすぎる。なんだこのヤバい制裁は。全員桃色に頭皮が染まったな。はい、次は難易度を上げて頭が出た状態で着ぐるみ姿になる。時田たちはこの桃色で背中に赤字で陽キャってプリントしてある着ぐるみに着替えるんだ。ほぼ嫌がらせじゃねえか、精神的に来る制裁。着替えたらどうなるんだよ、何があるんだ。親父、時田たちは着替えたぞ。これどんなイケメンが挑戦しても激ダサくなる。絶望的にダサい。はい、では時田たちぼったくり犯は仕上げだ。頭にブリーフをかぶって町の交番の前でダンスをしろ。組長、こんな姿で外に出たら人生終了です。警察に職質される前に通行人に写真を撮られる。そりゃこんなダッサい連中を撮影しない人はいねえな。だから外に出てこい、監視してるからな。いやだ、もし撮影したやつが拡散したらネットのおもちゃにされる。 SNS の格好の餌食だ。もう部下が撮影してるから諦めろ。交番の前でおまわりさんに職質されてこい、踊りながら。な、LINE が。兄たんだ、マニュアルの追記事項。何何？ブリーフに油性マジックで。おい、要、兄たんがどうした？制裁マニュアル追加があるのか。油性マジックがどうした？兄たんがマニュアルに記載を忘れたって。頭のブリーフにマジックで私物ですって書けってさ。確かに、盗難した下着って警察に勘違いされたら問題だ。
ブリーフに自分の名前を記入しろ。そんなの書いたら完全変態じゃないか。私物でも捕まるだろう。キモいって晒し物にされる。ほら、準備ができたら行ってこい。駅前の交番でおまわりさんの迷惑にならん程度にしろ。時田たち店員は言葉にならないくらいダサく、やばい格好で外に出された。平賀部長は爆笑している。こりゃ傑作ですな。制裁って言うからものすごく痛そうな罰かと思ってましたよ。部長さん、ああいうやからは単純に肉体的な激痛より精神的、社会的な痛みの方が有効なんですよ。これをマニュアルにした兄たんがすごいな。この後にぼったくった代金は全額賠償だもんな。そうか、これはあくまでも失礼な接客への罰則だったね。ぼったくった金額は別件だった。部長、これはジャブです。ペナルティはここからです。不当な代金を請求した罰則は別ですから。時田たちの余罪は徹底的に調べる。とりあえず今日の飲み代はチャラ。全部野村組のおごり。野村くんのお父さん、すみませんが、正規の飲み代は払います。予約した私にも責任がある。部長さん、心遣いはありがたいが、ここは要の親としておごらせてくれ。迷惑かけたお詫びに。平賀部長、親父は言ったら、頑として譲らないのでお気遣いなく、飲み会はお開きにしましょう。ではお言葉に甘えて。みんな帰ろうか。夜遅いから気をつけるんだよ。野村くんは残るのかい？俺は親父と帰ります。皆さん、今日は本当にお騒がせしました。平賀部長、ありがとうございます。部長さんや、要の同僚の皆さん、居酒屋は店員を一新する。落ち着いたら、またぜひ来てください。平賀部長や同僚は、笑顔で帰っていった。またみんなで飲もうと言ってくれた。空気だった俺に。50万を強要されて驚いた。浅はかな奴を入れたな、親父。時田はいくらくらいぼってたんだ？帳簿が改ざんされてるな。こりゃ時田が来てからやってたに決まってる。事務局に調べさせる。末端のチンピラが店を好き放題か。あんな奴を入れたのは誰だ？野村組の直れだろ、親父。要、問題あるのは時田だ。犯人探しをしても不毛だ。責任があるとしたら組長ってことにしとけ。あいつのせいで俺は会社でヤクザの子供ってバレた。表向きは笑顔でもみんな引いたはずだ。それは悪かった。だが要、いらがって部長さんも同僚もお前を避けたりしない。顔を見ればわかる。ならいいけど、陰キャで空気よりヤクザの子だって避けられる方が苦痛だ。子供の頃みたいに。今はどんなに隠しても素性がバレるからな。兄たんも就職したホテルをそれで解雇された。ヤクザの子供ってだけで肩身が狭い。そんな思いをするのは時田みたいな奴がいるからだよ。あいつらは全員厳罰にする。だから生まれた家を恨まないでくれ。こればかりは仕方ないんだ。恨んでないよ。でも時田たちは許せないから隔離しといて。俺直々に痛めつける。生き耐えるまで。分かった。部下に回収させる。時田を苦しめて要の気が晴れるならな。ニーニたちには内緒だぞ。もちろん。引っ込み思案の弟が残酷な制裁をしてるなんて、優しい兄二人には絶対に言わないよ。晒し物にされた時田を隔離する。命を絶ちたいと思うほどの仕打ちをした。悶絶する声が快感。痛い痛い、爪が全部痛い。竹串をやめてくれ。謝るから、指に竹串はやめてくれよ。俺、痛がるやつの悲鳴が好きなんだ。特にお前みたいに生きってるクズの。竹串を追加してやる。痛い、
もう勘弁してくれ。手が動かない。激痛で動けないんだ。許してくれ。もう嫌だ。時田、お前に選択肢を与えてやるよ。このまま激痛が続く、それか一瞬の痛みで終わる。選べ。どっちでも命はないんだろう。じゃあ一瞬で痛みが終わる方が、一思いに弱ってくれ。そっちでいいんだな。わかった。ならお前を鉄の監獄に入れてやる。トゲだらけの箱に入れ。それって、まさか箱の中でブスブスと。やだ、助けてくれ。誰か来てくれ。狂ってる。もう選んだから拒否はできない。安心しろ。箱ごと埋めてやる。おかげさまでいい私有地はあるから。お前、この箱に人を入れるの何度目だ。俺が初めてじゃないだろ。鉄管桶に閉じ込めたの。さあ、気に入らないと最悪こうしてきた。ほら、箱の中はびっしりトゲだらけ。楽しそうだろう。こいつ正気じゃない。怖い。嫌だよ、助けてくれ。この中に入りたくない。誰か来てくれ。痛いのは一瞬だ。ほら、閉めるから静かにしろ。俺に50万ぼった罪は重い。命がけで償いよな。そして棺桶は閉められた。時田の断末魔を聞きながら俺は笑っていた。箱の中を想像しながら。楽しかった。これでしばらくは引っ込み思案な陰キャで過ごせる。箱は適当に処分しよう。鉄管桶を見て言っているとスマホが鳴った。確認すると兄二人からランチを一緒に食べようとある。レストランか。今の気分はステーキのレアだな。ニーニー、ニータン、レストランすぐ行くねっと。静かになった鉄の箱に背を向け、俺は隔離部屋を出て行った。25歳の陰キャ野村かなめに戻った。あいつに言われたけど何人目かな。気に食わないやつ鉄管桶に閉じ込めるの忘れちゃった。時田は末端ヤクザだし、傷つけて消しても平気だ。残酷な遊びができるのはヤクザのこの特権。その後、会社員として何事もなく働いている。平賀部長や同僚とは前よりも話すようになった。野村くんが以前より部署に打ち解けて嬉しいよ。飲み会なんて余計なことしたかと心配だった。そんなことないです。俺は喋るのが結構苦手なので、仕事のためにもっと周囲に打ち解けます。そういや、あの時田だっけ。50万のヤクザ店員。彼らはどうなったの？罰則が出たのかい？時田の仲間は罰則です。時田はわからないです。返済が嫌で逃げたのかって父が言ってました。あんな違反をして逃げたのかい。なんてやつだ。反省もしないで償いもしない逃げるなんて。あんな人間はどこに行ってもダメですよ。父は呆れ捜索もしてません。追っても無駄ですから。そこまで暇でもないか。卑劣で嫌な人間がいるもんだ。別の土地で同じようなことをしてそう。それはありえない。いえ、何でもないです。本当にあんな人間はどこに行っても末路は同じです。平賀部長は知らない。時田は鉄の棺桶に入れられ、自然豊かな土地にいる。俺のゴミ捨て場にな。親父、あの居酒屋はどうするんだ。店員は全員消えたし、新しい店員で新装開店するんだろう。居酒屋は信用できるもんに任せる。それより要、お前また鉄の箱を使ったな。時田相手に楽にしてくれって懇願されてさ、俺もじわじわいたぶるのに飽きてたし一瞬でやっちゃった。時田の罪状なら脅し取った金を返済すればよかった。お前は気に食わないから処分したな。当然だろう。あいつは俺を陰キャメガネって見下して侮辱した。命をもって償うのが筋なんだ。今までなんとか組のもんが消えた。
消えるのは決まって無口な要を軽んじたやつだ。時田同様に。それのどこに問題が？消えたやつが悪いんだ。俺を軽んじて不愉快な思いをさせたんだからさ。ヤクザ組長の子供でも気に入らない組員を痛めつけて消すことは許されない。わかるだろう。わかってるよ。だからヤクザしか消してない。一般人は消すと面倒だから。ヤクザならいいだろう。お前の鬱憤のとばっちりで過剰な制裁を受けて消えたやつは何人目だ。もう二度とするなよ。しないよ。俺の機嫌を損ねるヤクザが出ない限り。親父は甘い。この世で一番安いのは命なのに。要がそんな価値観に育ったと知ったら悲しむぞ。お前を可愛がった兄たちが一番苦しむ。だからニーニとニータンの前ではおとなしい末っ子のままでいる。親父、感情論で人を叱るなよ。感情論ではない。人格的な問題だ。ヤクザでも安易に傷つけて良いなんて常識はないんだ。説教はいいよ。皮肉だな。勢力を拡大した野村組の組長の息子だから、俺は残酷な遊びができる。約束してくれ。時田で終わりだ。お前が次に鉄の棺桶を使ったら絶縁する。兄たちが反対しても。わかったよ。親父が生きてる間は我慢してやる。ヤクザの息子の特権はほどほどにするから。絶対だぞ。お前は会社員として平穏に生きろ。残酷な手段で鬱憤を晴らせば平穏は遠のく。ヤクザの子に生まれた時点で平穏なんて幻だ。親父は陰気で残酷な末っ子を抑えたいだけ。なんでお前は上の兄二人みたくほがらかに育たなかった。無口でじっと睨んでる陰気な息子。それが本音か。親父は陰気な三男なんて邪魔だろ。出来のいい息子二人だけが可愛いんだな。ああ、そうだ。お前は陰気で引っ込み思案で、ネクラで出来が悪い。ヤクザの子でも邪魔だ。じゃあ、消してやる。この世で一番、鉄の棺桶に入れたい奴はお前。時田と同じ目に合わす。乾いた銃声。親父は倒れた。愚か者だ。息子でも茶化を持たず丸腰で話すなんて軽率すぎる。うっかり鉄の棺桶に入れ忘れた。でも一瞬の痛みで終わったな親父。バイバイ野村組の組長様。倒れている親父を放置して俺は部屋を出て行った。茶化に指紋はないので証拠はない。楽勝。子供の頃から大嫌いだった。兄たちは俺に疑いを向けるかな。多分不問とする。弟のために。野村組の組長、野村八王が急逝して、ヤクザ界隈は騒然とした。犯人不明で、親父は丁重に葬られた。野村くん、お父さんのことをお悔やみ申し上げます。あんな元気な人が信じられんよ。悲しいだろ。はい。兄たちも気を落としてて、父親が急に亡くなるなんて、優しくて大好きな父だったのに。仕事は無理せず、辛かったら言ってくれ。25歳で親と別れるのは早すぎる。気を落とさずに。ありがとうございます。しばらく気分が落ち込むと思いますが、仕事します。ご心配をおかけして。職場のみんなも心配してる。野村くん、抱え込まずに、辛かったら何でも話してくれ。ご愁傷様。はい。職場で皆さんに慰められて救われてます。ここで働けてよかった。親父には感謝してます。親父が消えてくれたので、一番上の兄が後を継いだ。誰も俺に疑惑を抱かないようにしている。証拠は兄たちが隠蔽してくれた。だって兄たちも親父を憎んでた。ヤクザのガキにされて。組長なんて駒と同じ。兄がいるから親父は用済みだ。せいせいしたと思っていたら
スマホが鳴った。ニーニーからだ。なになに？親父はカナメを一番可愛がってた。心配もしてた。なんだこれ。今さら？兄のメッセージを消去すると、俺は駅に向かった。もう、優しい兄二人には会えない。平賀部長にも。どこに行こう。ヤクザなんて無関係な世界に旅に出よう。鉄の棺桶の墓は、あそこがいいかな。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は宮川翔太。今日はお世話になった組長の葬儀に行ってきたところだ。組長の葬儀が終わり、全員帰る前に事務所に立ち寄った。するとそこで若頭にいきなり、やっとお前を始末できる。覚悟しな。と言われて、俺は唖然とした。は？どういうことだよ。俺がそう言うと若頭は馬鹿にしたように俺のことを笑いながらこう言った。組長がいなくなったんだから、次は若頭の俺がこの組の頭になるってことくらいは、頭の悪いお前でもわかるよな。もう気づいていたとは思うが、俺はお前のことがずっと昔から目障りだった。でも組長がお前を気に入っていたから、俺にはどうすることもできなかった。組長がいなくなったから、心置きなくお前を始末できるから、俺は嬉しくてたまんねえんだよ。今まで組長に守られていい気になっていたんだろうが、死んでしまった今、お前を守る人間なんて誰もいねえぞ。新組長の俺に逆らう人間ももちろんいない。だから今までの恨みを全部ここでぶつけさせてもらうよ。そう言って若頭は嬉しそうに笑っていた。確かに若頭の言う通り、組長が亡くなったら、順番としては若頭が次の新組長になる。若頭は自分が組長に就任したらすぐに俺のことを始末したいそうだ。若頭が俺のことをよく思っていないことは前から知っていたが、まさか組長の葬儀が終わってまだ悲しみに暮れている時に宣戦布告されるというのは予想外だった。そこまで俺のことを憎く思っていたことをここで初めて知った。今何か言い返したところで火に油を注ぐだけのような気もしたので、俺は若頭には何も言い返すことなく、そうか、わかったよ、とだけ返した。あ、物分かりがいいじゃないか。ま、俺に逆らうだけ無駄だもんな。飲み込みが早くて感心するよ。そういう頭のいいところだけは褒めてやる。まだ新組長が発表されたわけでもないのに、すっかり新組長に就任する気満々で、ご機嫌な若頭。実はうちの組は、組長と若頭が仲が良くなかった。数年前までそんなことはなかったのだが、急に若頭は組長のことを嫌うようになった。理由は誰も知らなかったものの、明らかに二人には距離があった。俺は一度だけ何があったのかを組長に直接聞いたことがある。しかし組長は、さあなんでだろうなととぼけてきた。本当に知らないのではなく、これ以上詮索されたくないから話さないという感じだったので、俺はすぐに察してそれ以上は詮索することはなかった。そうしていつの間にか若頭派と組長派という派閥ができてしまったのだ。同じ組の中で分裂するわけにはいかず、暗黙の了解という感じだった。ヤクザの掟として上の人間には絶対に逆らってはいけないというものがあるので、暗黙の了解だとしても組長を敵対することは本来ありえないことだ。
いくら若頭でも組長を嫌っていることをそこまで出すなんて普通の組長なら許さないだろう。しかし組長は派閥ができていることについて何も言わなかった。組長が何も言わないので俺たちが派閥についてとやかく言うわけにもいかない。俺は組長派だった。だから若頭にはよく思われていなかった。俺の味方で俺と同じく幹部の山田が、若頭が俺のことをやっと始末できると言っていたのを隣で聞いていたので俺のことをかばってくれた。なんで宮川にそんなこと言うんですか？宮川は確かに組長派でしたけど、組長派の人間なんて他にもいっぱいいますよね。しかも宮川も若頭も同い年じゃないですか。山田がそうやって俺をかばうと、若頭はギロッと山田をにらみこう言った。若頭の俺よりも組長に信頼されててムカついたんだよ。ただの幹部のくせに生意気な態度が鬱陶しかった。でもそれは若頭の方が先に組長のことを明らかに嫌いなのを態度に出していたから、組長も宮川の方を信頼するのは当たり前じゃないですか。結局自分のせいじゃないですか。しかもこいつ幹部の中では謙虚で腰の低い方だと思いますよ。やっせえや、俺が目障りだと思ったら目障りなんだよ。組長がただただ憎かった。組長派の中でも特に組長に可愛がられていた宮川がとにかく嫌だった。それだけのことだ。そもそも俺に喧嘩をふっかけてきたのは組長の方だ。俺だって昔は組長を尊敬していたし、一生ついていこうと思っていた。じゃなかったら若頭まで上り詰める前にとっくに辞めてるよ。組長の方が先に若頭に何かしたんですか？そうだよ。詳しくは話せねえけど、あの人が俺に喧嘩を先にふっかけてきた。それに腹が立って俺はあの人に反発するようになったんだよ。若頭は分裂したきっかけは組長が発端だったと話し始めた。それが原因で反発するようになったとのことだった。実際若頭は数年前から組長に反発するようになった。それからは手下を連れて好き勝手していた。他の組のヤクザに絡んで問題を起こして組全体を巻き込む構想になりかけたこともあった。組長がどうにか抑えてくれたものの、危うく多くの犠牲者を出すところだった。他にも若頭は一般人に喧嘩を売って、うちの組から借り入れをしているわけでもない若者から金をむしり取ったり、ボコボコにして帰ってくることもあった。一般人を巻き込んだものに関しては全てを把握しきれているわけではないが、やりたい放題の若頭について組では問題になっていた。若頭が好き勝手やっていた時に俺は破門にすべきだって言いました。だけど若頭を破門にせず組に残しておくと言ったのは宮川と組長だった。若頭はむしろ宮川に感謝すべきだと思いますよ。山田は若頭にそう言った。実際のところ俺も若頭を破門にした方がいいんじゃないかと組長に相談したことがあったが、組長は優しい人でどれだけ問題を起こしても若頭を見捨てなかった。だから俺は組長の考えを尊重し、山田に破門の件を持ちかけられた時、破門にはしないと言い切った。山田は俺も組長も優しい人間だと思っているようだが、実際は組長だけが唯一若頭を信じ続けていた。俺は尊敬している組長の考えについて言っていただけで、本当は若頭の目に余る行動を許すことはできなかった。それでも組長の計らいで若頭は組に居座り続けた。しかし若頭はさらにヒートアップしていった。組長が病気で入院中、点滴を抜こうとしたり、一時退院した時は薬をすり替えるなどして早く殺そうとしていた。
俺は点滴を抜こうとするところも薬をすり替えているところもたまたま目撃してしまった。さすがにこんなことは許されないぞと俺は激怒した。若頭は組長に相当な恨みがあったようで、怒られる筋合いはないと言い返してきた。若頭は組長になぜそこまで怒っているのか、この時は知らなかったものの、さすがにやっていいこととダメなことがある。やっぱりこの男は破門にしておくべきだったなと、この時に思った。若頭が俺を目の敵にするようになったのは、この頃からだった。俺に怒られたことを今でも恨んでいるのかもしれない。まさか俺を始末したいと思うほど憎んでいるというのは予想外だったが、嫌われているという自覚はずっと持っていた。やっとあのおっさんも死んだし、これからはこの組は俺のもんだ。若頭は嬉しそうにそう豪語していた。すると若頭がそう言い放った直後、黒いスーツ軍団が続々と集まり、新組長、ご苦労様です、と俺に挨拶してきた。え？と、きょとんとする若頭。俺がこのまま組長になるって聞いてるけど。新組長なんて冗談だよな。どういうことだよ。と、テンパっている様子だった。この組解散するんですよ。聞いてなかったすか？と黒いスーツ集団の一人が若頭に言った。黒いスーツ集団はうちの組の中堅ヤクザたちで、みんな組長派の人間だった。普段はスーツなんて着ないが、今日は組長の葬儀だったので、みんな珍しくスーツを着ている。解散って何の話だよ、聞いてないぞ。ああ、だから、さっきから新組長になるとか言ってご機嫌だったんだな。もう組は解散するのに新組長になるなんて言ってたから、てっきり冗談でも言っているのかと思ったよ。本気で新組長になる気だったんだな、おつ。と俺は若頭をからかった。実は組長から遺書が残されていたのだ。若頭派の人間にはまだその遺書の話をしていなかったので、解散の話を知らなくて当然だった。しかし、唖然とする若頭の顔を見たさにからかってみたのだった。案の定若頭は悔しそうな表情を浮かべていた。遺書には俺らも初めて知るようなことがいろいろ書かれていたよ。お前の行動がさすがに目に余るから悩んでいるということとか、組への思いとか、俺への遺言が残されていた。そこには何て書いてあったんだよ。若頭が遺書の内容について聞いてきたので、俺は遺書を若頭に読ませた。俺たちは葬儀の時に組長の家族からこの遺書を渡された。組長が死んだら順番では若頭が組を継ぐことになるが、もしそうなったら組の他の人間が路頭に迷うことが目に見えているが、他の人間が組長をすると逆上して若頭が何かしでかすだろうからと、組長は自分が死んだ後の組の存続について相当悩んでいたようだった。組長は優しいから若頭のことも受け入れているのかと思っていたが、組長なりに相当若頭のことで悩んでいたことが遺書を読んで分かった。病院に来て点滴を抜こうとしたことも、薬をすり替えられたことも、俺に言われる前から自分で気づいていたそうだ。病院に来た時は寝たふりをして若頭の様子を伺っていたらしい。そこにたまたま俺が駆けつけたというわけだ。薬に関しては毎回自分が飲む分を確認しているので、いつもと違う薬にすり替わっていることには自分で気づいていたそうだ。若頭の行動に俺がかなり腹を立てていることにも気づいていたから、どうすることが組のためになるのかをずっと考えていてくれたようだった。そこで一旦組を解散として新組長に俺を任命すると記載があった。
若頭のことを見捨てたくないという気持ちが最後まであったが、さすがにもう許してはいけないところまで来てしまった。組員でこれ以上被害者を出さないためにも解散とすることが最善だと考えたようだった。それを読んだ若頭は激怒、すげんな、あのさ、俺が悪いみたいな言い方しやがってよ。自分が俺に命を狙われるようなことをしたから悪いんだろ。なんで自分のことを棚にあげて組を勝手に解散させてんのよ。やっと鬱陶しいのが死んでくれたと思って喜んでいたのに、死んでからも俺のことをイラつかしてくるとか、マジで調子なんじゃねえぞ。と若頭は組長への憎しみを爆発させた。遺書を読んでいる限り、どう考えても若頭の方が悪かった。俺らも知らなかったのだが、若頭は組長の許可なく人身売買のようなこともしていたらしい。他にも警察沙汰になるスレスレのことをたくさん繰り返していた。そういう非人道的なことを組長はすごく嫌がっていた。若頭派の人間がさすがにやばいと思ってリークしてきたらしかった。若頭は金に目がくらんで組を通さず本当に好き勝手やっていたようだった。組長は破門にすることも考えたが、自分が生きている間は組にいさせておこうと決めたからには、男として自分との約束は貫くことにしたのだと書かれていた。若頭の卑劣な行動の数々は、もし俺たちにバレたら絶対に破門にしてほしいと言われるのが目に見えていたから、組長は一人で抱え込んで俺たちには話さなかった。若頭に人身売買等はやめるように何度も説得したそうだが、若頭は聞く耳を持たなかったらしい。遺書にそれを書くか悩んだそうだが、もし俺が解散して若頭を新しい組に入れるかどうか悩んでしまった時に、情けで入れて後悔してほしくないからと、若頭がいかにヤバい人間かを書き残してくれたそうだ。俺は若頭への情けなんて全くなかったが、遺書を読んでより一層こいつを新組長にするべきではないなと思った。すべてをばらされた若頭がなんで組長とこんなことになったのかをペラペラと話し始めた。全部あいつが悪いんだ。俺にはずっと好きな子がいた。俺がよく行くファミレスの店員の子でな、笑顔がすっごく可愛いんだよ。俺の席に来るといつもニコニコしてくれて、俺にとっては癒しの時間だった。気づいたら俺はその子にぞっこんだった。こわもての俺にあんな笑顔を振りまいてくれる子なんて今までいなかったから、きっとあの子は俺のことが好きなんだと思った。連絡先を聞いたんだが、お客さんと連絡先は交換したらダメな決まりでって断られた。俺は無理やり電話番号を書いた紙を渡したんだが、彼女から連絡は来なかった。店のルールを律儀に守る子なんだなと思って感心したよ。連絡先交換がダメならプライベートで出会ったことにすればいいと思った俺は、彼女の仕事終わりを待つようになった。そこから彼女の家まで送ろうとしたんだが、遠いから申し訳ないとか言って家までは送らせてもらえなかった。すごく気遣いができる優しい子なんだよ。俺はそういう優しいところにどんどん惹かれていった。若頭は自分の好きな女の子の話を淡々と語り始めた。俺は何を聞かされているんだろうと呆れつつも、俺も山田も黒いスーツに身を包んだ中堅ヤクザたちも静かに若頭の話を聞いていた。聞いている限り明らかにストーカーのそれだし、女の子は迷惑がっているようにしか思えなかったが、若頭はそんなことにも気づいていないようで、その女の子とは両思いなのだと思い込んでいる。若頭は恋する男子のような目になってその子のことを話し続けた。自己中心的でやりたい放題な若頭の恋は、やっぱり自分が中心で相手の気持ちを考えている様子はなかった。俺はそれでも諦められなくて、毎日のようにファミレスに通い詰めた。俺が喧嘩で顔に傷を作っていった日は、痛そうですね、大丈夫ですかと俺を心配してくれたり、
俺が仕事でむしゃくしゃしていた時はあえて何も話しかけずにそっとしてくれていたり、俺のことを本当に分かってくれてる子だった。それでも連絡は来ないし、家まで送らせてもくれない。そこで俺はこっそり後をつけるようになったんだ。もっと彼女のことを知りたいっていう気持ちでいっぱいになってな。自分でも何をやってるんだろうとは思ったが、もう俺の恋心を止めることはできなかった。彼女は一人暮らしをしていて、彼氏はいない感じだった。さすがに後をつけてきたことを知られたら気持ち悪がられると思ったから、俺は近くのパン屋とかコンビニで偶然を装って声をかけるようになった。彼女は初めはびっくりしていたけど、俺とファミレス以外で会えることに運命を感じていたみたいで、いつもドキドキしているような顔をしていて可愛かった。いつものファミレスでの笑顔も可愛かったけど、二人きりで会った時に緊張して顔がこわばっている彼女もすごく可愛かった。そこで俺は思い切って告白をしたんだ。でも俺とは付き合えないと断られた。俺のことを好きなのになんで付き合えないのか不思議で、何か隠していることがあるんだろうと俺は睨んだ。一回振られたくらいで諦めることはできなかった。俺はそれからも彼女に会い続けた。だけどそんな時にいきなり組長に、これ以上あの女性に近づくなとキレられたんだ。なんで彼女のことを知っているんだろうと不思議だった。もちろん俺は組長の言うことなんて守らなかったし、いつも通り後ろをつけていった。すると彼女はいつもの家の方面には帰らず、違う方面の電車に乗った。俺はびっくりしたよ。彼女が組長の家に入っていくところを目撃したんだ。俺は許せなかった。俺の大事な子を組長に取られたんだと思った。あいつは俺の女を横取りしたんだよ。若頭の喋りはヒートアップして、かなり大きい声で彼女のことを語っていた。話を聞いている限りは明らかにストーカーでしかなかったし、彼女は緊張していたのではなく、ただただ若頭の行動に怯えていたんだろうというのは、その場にいた全員が分かったし、全員ドン引きしていた。組長に後日、どういうことですかって聞いたけど、気のせいだとしか言わなかった。俺が愛する彼女を見間違うはずはない。それでも隠し通す組長に嫌気がさしたんだ。もし彼女と何の関係もないならそう言ってくれれば済む話なのに、俺から彼女を遠ざけて自分との関係を隠し通すなんて、手を出しているというのは明確だった。それがムカついて反発するようになった。俺たちの仲が悪くなった真相はそういうことだよ。全部あのおっさんが悪いんだ。そこから彼女はファミレスを辞めて、俺は彼女と会えなくなってしまった。あいつに俺たちの仲を引き裂かれたんだ。若頭はまるでロミジュリさながらに悲劇の最中にいるようだった。ストーカーの頭の中を覗いたような気分だった。実はこの件について俺は組長が死ぬ直前に話を聞いていた。若頭の恋バナ聞かせてくれてありがとうな。その真相を俺は組長から聞いてる。は？真相ってどういうことだ？ついにあいつ自分で罪を認めたってことか？違うよ。お前がストーカーしていた女性は組長の娘だったんだよ。俺がそう言うと聞いていたヤクザたちがええと声を上げた。じゃあ若頭は組長の娘さんをストーカーしていたってこと？てかやっぱり宮川もストーカーだと思っていたんだな。俺も途中から気持ち悪すぎてかなり引いてた。純愛のように話していたけど明らかに犯罪だろこれと思ってこらえてた。と山田はケタケタと笑っていた。俺も思わずストーカーというワードを使ってしまったことに山田に言われて気がついた。若頭は自分の恋バナを話していただけなので、そんなことを言われたら怒るだろうなと思っていたが、案の定ブチギレ。はあ、ストーカーだ？もう一遍言ってみろ。俺たちの純愛をバカにするやつは絶対に許さねえ。
火に油を注いでしまったなと思いつつ、俺は組長から聞いた話をそのまま伝えた。組長の娘はお前のストーカー行為にかなり悩んでいたそうだよ。店で笑顔だったのは組長の組の人間だと知っていたからだ。自分の父親の組の人だからと優しくしていただけだと話していたらしい。それにヤクザにビビらないのは当たり前で、自分の父親が組長だから何も怖くなかったんだろうな。それなのに若頭はいつも俺に笑顔だったんだから俺のこと好きなんだよねとか、俺のことを怖がらない子なんて初めてだったから運命を感じたんだとか言われて、すごく気持ち悪かったと話していたそうだよ。やっぱり気持ち悪がってたんだ、ウケる。俺の話を聞いて山田も中堅ヤクザたちも爆笑。若頭はショックだったようで唖然としていた。これは娘さんに葬儀の時に聞いた話だが、家までついてきた時はさすがに怖すぎたって言ってたよ。災難でしたねって伝えておいた。手紙とか指輪とかもプレゼントしたらしいな。気持ち悪くてすぐに捨てたって言ってたよ。指輪とかネックレスはそこそこ高値で売れたから、それはラッキーだったって笑ってたけど。お前、あの子に会ったのか？どこにいるんだ？どこにいたら会えるんだ？今日の葬儀にいたのか？教えてくれよ。まあそう取り乱すなよ。今日の葬儀にはもちろん来ていたよ。お前にバレないように隠れていたみたいだったけど。まだ話は終わっていない。話が脱線してしまったが、組長の話にはまだ続きがある。お前のストーカー行為がひどく、警察に突き出そうかと組長に相談したそうだ。だけど組長はお前をかばって、俺が注意するから警察はやめてくれと頼んだそうだ。だから組長が止めてくれていなかったら、お前は今頃警察に突き出されていたんだよ。マジかよ。あのおっさんが俺をかばってくれていたなんて信じられるかよ。じゃあ最初から娘だって言ってくれればいいじゃないか。それなら俺だって諦めがつくのに、あいつが隠すからこっちだって気分悪くなったんだよ。娘さんはヤクザの娘だということを隠していたんだ。逆上したお前がそれをもし言いふらして社会から白い目で見られるのが怖いと話していたため、組長は自分の娘だとは言わなかったそうだ。生前に話さなかった理由は、組長の看病をしてくれていたので、娘だと知るとお前が会いに来る可能性があったから、それを避けるために黙っていたらしい。組長が亡くなったら、娘は海外にいる友人の家でしばらく過ごす。それまでは若頭に黙っておいてほしいとのことだった。葬儀の後、娘さんから連絡があって、もう空港に向かっているので、若頭に全貌を話してもらって大丈夫です、とのことだった。さすがに海外に行くことまでは若頭に告げなかったが、俺としては組長の名誉を回復しておきたかったし、誤解されたまま組長が死んでいくのは悔しかった。若頭のことをかばった結果だということをちゃんと伝えておきたかった。真実を知った若頭は愕然としていた。そういうことだったのかよ。今やっとわかったよ。俺はずっとあの人についてきて、今まで仲良くやってきた。俺の勘違いで組長が悪いと思い込んでいただけだったのかよ。なんで死んだからそんなこと言うんだよ。俺、組長の嫌がることばっかりしてきてしまった。なのに破門にもせず警察に突き出すのも阻止してくれていたなんて、俺なんてことしてしまったんだよ。と先ほどまでの偉そうな若頭とは一変し、かなり反省している様子だった。組長は若頭のことを見捨てないように一人で戦ってきたんだと思うぞ。俺が若頭にそう言うと、若頭は膝から崩れ落ちた。組長の娘さんの話を組長から聞かされるまでは全く知らなかった。そんなことを誰にも言わず一人で抱えていたのかと驚いた。しかしさすがの組長も命を狙ってきた若頭を許すわけにはいかなかった。あともう一つ、組長に今後若頭が悪さをしないためにも自分の代わりに仇を取ってくれと死ぬ間際に頼まれていたんだよ。
これも組長の優しさだと思うぞ。もうお前の暴走を止めることができる人間はいないからな。組長のためにも本気でやらせてもらう。俺のその言葉を合図に、その場にいた人間で若頭をボコボコにしてやった。若頭は謝り続けていたが、組長の無念を晴らすため、俺たちは殴り続けた。若頭は、許してくれ、俺が悪かったと反省していたが、俺はどうしても許すことができなかった。組長が最後まで若頭のことで悩んでいったのかと思うと悔しかった。組長派の人間はみんな同じ気持ちだろう。あんたの勘違いで組を分裂させておいて、今さらそんなペコペコ謝られてもこっちの気は済まねえよ。組長がどんな思いで死んでいったと思ってんだよ。と山田もブチギレながら若頭に何度もパンチを食らわせていた。そしてみんなが何度も殴っていると若頭は失神した。若頭が失神している間に組の人間全員を集めた。そして今まで組長側についていた人間には新しい組について説明をした。そして俺がその組の新しい組長になることを話した。一方、若頭派だった人間は組長に一度逆らった人間として次の組には連れて行かないことを発表した。解散に伴い彼らは職を失うこととなる。は？意味わかんねえだろ。なんで俺らが新しい組に入れてもらえねえんだよ。と激怒する若頭派のヤクザたち。若頭が目を覚ますと若頭派閥の人間たちが激怒。俺ら、お前のせいで仕事なくなったんだぞ。どうしてくれんだよ。とブチギレ。しかし若頭ももちろん今日で職を失ったうちの一人。心配するな。俺らは俺らで新しい組を作ろう。若頭はブチギレるヤクザたちにそう提案するも、今まで散々他の組に喧嘩を売ったり迷惑をかけてきたから、もし作っても弱小すぎて、今まで喧嘩を売っていたところにすぐに潰されるんじゃないですか？と指摘を受けて黙り込む若頭。黙ってねえでなんとか言えよ！と若頭派閥の人間と揉めて喧嘩が勃発。最終的に若頭の味方だった連中は俺に寝返って、俺たちを新しい組に入れてほしい。若頭のやり方にはずっと疑問を持っていた。でも逆らったら何をされるかわからなかったし、ついていくしかなかった。お願いします。と俺に懇願してきた。かなり悩んだが、組長だったら簡単に見捨てないだろうと思い、俺は若頭派閥のヤクザたちを新しい組に召喚することに決めた。俺はどうなるんだよ。こいつらがいなくなったら俺一人になっちまうじゃないか。他の組にでも入れてもらったらいいんじゃないか。まああれだけ他の組に喧嘩売ってたら無理か。若頭一人だけが結局取り残されることとなった。組長の意思を継ぎたいという思いが俺たちの絆をより深めた。もともと若頭派だった人間たちも俺にしっかりとついてきてくれて、昔よりも統率されより良い組になっている。俺も初めての組長という立場に戸惑いながらも日々奮闘している。いつも俺の味方でいてくれた山田には、俺の右腕として若頭に就任してもらった。一方若頭はヤクザの道を諦めきれず、いろいろな組に入れてほしいと掛け合ったものの、どの組からも嫌われており、入れてもらえていないようだった。何度か俺の新しい組にも入りたいと土下座をしてまで頼み込んできたことがあったが、俺は丁重に断った。いくら優しい組長でも、もし生きていたら同じことをすると思ったからだ。時には突き放すことが若頭のためになると思った。自己中心的にわがままに生きていると痛い目に遭うということを考えないといけない。若頭は結局仕事がなかなか決まらず、日雇いの仕事で食いつなぐ日々を送っている。聞いた話では、新しく好きになった女の子へのストーカー行為がエスカレートして、結局警察のお世話になったとか。
それを聞いて若頭を新しい組に入れなくてよかったと思った。これからは平和になった新しい組で組長の背中を追ってヤクザの道を極めていきたいと思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。